皆さん、おはようございます。淡井圭介です。本日2024年、7月の8日、朝の7時6分、昨日淀川の撮影に行きまして、その動画のアクセスするワードなんですけども、こちらに、記載している内容です。ホームページは淡井圭介の1番から、アクセスできるようにしておきますし、もしると思います。で、YouTube 一覧用自然再生可能に河川水門外式ダム発電、地下水流ストレートトンネル回転扉式とか書いてますけども、そこからもアクセスできるようにしています。もう数がかなり増えてきてますけども、一応それ見てもらって、僕のその日がどういうふうな一日だったかっていうことを含めて、昨日の井岡一翔選手の試合など、ちょっと皆さんで腹割った話しましょう。僕からの不平不満っていうのも聞いていただきたいですし、まず昨日の井岡一翔選手の試合ですね。前日のその計量とかの、インターネット記事は見かけまして、日曜日に試合があるじゃないかと、そういうふうな、状況でした。朝からこちらの説明欄、動画の、説明欄に記載している通り、朝からメジャーリーグの試合があって、で昼に、日中のプロ野球の試合が3試合ほどあって、で夜には、17時からのぐらいからの試合と、18時からの試合が2試合、で J1 の試合も1試合あって、そこはあんまり気にしてなかったんですけども、井岡一翔選手の試合ですね、それに備えてた部分もあって、昨日って朝の7時前ぐらいに、朝ごはんを食べて、で、朝の7時16分の電車には乗ってましたから、6時過ぎかもしれないですね。6時半かそれぐらいに朝ごはんを食べて、もう顔だいぶ焼けてるでしょ。もう腕とかもこんなに黒くなってるんですよ。ちょっとこれ色全然違うでしょ。もう日焼けです。ペットボトルもね、とんでもない数の量を持っていっています。ちょっと持ってきますね。交通費とかでお金使いますから、節約しなきゃなんないですから、ちょっと一旦こちらに置いておきますね。これに水を入れてね、前日から冷蔵庫の中入れておいて、水持って行ってたんですけども、12時回ったらもう腐ってました。ジンマシンが14時前には出てきてましたので、そのうち、河川の横を歩いてるときに飲める水道水とかがあるじゃないですか。そういったものも併用しながら、もうすごい勢いで水がなくなっていって、朝の10時ぐらいにはもう2リットルぐらい飲んでましたね。前日も河川の撮影に行っていて、睡眠時間も5時間ぐらいで、で昨日の撮影の時も睡眠時間5時間ぐらいで、で、もうメジャーリーグと河川の撮影と、日中のプロ野球の試合とか、その辺のことをある程度意識しながら、要点を抑えて、で、河川の撮影して、枚方大橋というところ、もともと以前撮影した時にも言ってますけど、昔からそうだったんですよ。枚方大橋の河川が合流しているところに、水門を設置しましょうと。実際自分で撮影したところのその映像で確認してもらったら分かると思うんですけども、
一応川流れてるんですね。だからまああの位置だったら、水門設置しても大丈夫です。最初の方の映像見てもらったら分かる通り、すぐ近くに剣崎川っていう、神崎しおりさんっていう方、まあ本名かどうか知りませんけども、大阪の神崎川っていうところからその名前つけたんじゃないでしょうか。で、まあ他にもいろいろあるんですよ。僕の河川の撮影していた動画見てもらったら名前について、いろいろ心当たりのある人たちいっぱいいますよ、本当に。で、海面と同じぐらいの高さなんですよ、最初の方。歩いてるところで、河川の一番下の海のところ、淀川なんですけども、16.8km 歩いても、標識あるんですよ、16.8km、こちらから、海まではっていう標識あるんですけども、そこまで来ても、風が南風だったんですけども、波が南から北に向かって波打ってたんですね。だから、まあ、やっぱりそういうことかということで、まあ、兵庫県の近くの、神崎川と合流している稲川に関しては、阪急列車の駅ぐらいのところから、水門は設置できるんですけども、大阪の、平方大橋のところに水門を設置すると、まあ、複数いろんな河川、特に上流で大きな木津川だとか、宇治川だとか、桂川が途中から分流されて、鴨川と、桂川になってるんですけども、それらの河川の、桂川だったら上流嵐山のところぐらいまで水が、満水にしたら水がそれぐらいのところまで来ると。まあまあそこの方だと思いますけども、それぐらいのところまで、だから、河川は結構蛇行したりしてますから、まあ20キロぐらいの距離はあるんじゃないかなと思います。貯水できる量が。それらの河川全てに貯水されるわけですから、その時点でもしかしたら日本で一番貯水量の多いダムで、飲み水とかに使うんじゃなくて、発電だけに。ずっと使用できると。で、河川の底をコンクリート化することによって、大体もうどこの河川も3分の1から3分の2ぐらい水抜けてます。通常流れてる水の量で、です。大雨の時はそんなに、そこまで、河川の底に浸透してないですよ。流れるスピード温度がありますから、徐々に浸透していくものですから。まあ、その動画見てもら、先ほどの動画見てもらったら、僕は途中で、嵐山で涙声になってる理由とか分かると思うんですけども、そこ踏ん張って崩れないように保ちながら、もう背もたれ使っても、その辺コンピューターに疲れてくるんですよ、スポーツの勝ち負け。この日もちろんもう遊んでなかったし、状況的に遊んでるいられる状況じゃなかったし、サッカーも野球もそうなんですけども、これ国内戦も国際戦もそうなんですけども、試合中にご飯なんか食べたら絶対1点取られるんです。試合中にお風呂とかシャワー浴びたりしたら1点取られます。これもう絶対計算式で決まってるんです。これコンピューターが人間に与えてる影響プラス入ってきてる状況、情報とかでそうなってるのが、もう神がかり的な力でも結果もうそういう風に出てるんですよ。完全に。もう何百試合何千試合ですよ。だからバレーボールのネーションズリーグで、日本は、1セットだけ取れたんですけども、相手に3セット取られて、まあ、結局男子銀メダルで終わってるんですけども、要するに3、2じゃないですか。で、BS の放送って僕、有料番組だから加入できてないですね。で、お金余裕ありませんから。で、まあ、2セット差つけられてるのって、もしかしたら僕は晩ご飯食べたのと、その試合中に晩ご飯食べたり、シャワー浴びたのかもしれません。まだ今年はお風呂一回も沸かしませんから、エネルギーの誘うものありますから。で、ボクシング界とか格闘業界の人たちも、僕からの呼びかけで、アベマとかで、有料番組だったり、
スポンサーがつく云々の話で、結局まあ地上波と変わらないじゃないかって思われるかもしれませんけども、そこもエネルギーの残存問題の対策だったんですよ。スマートフォンで見たり、まあ、iPad で見たりしたら分かると思うんですけども、持った時テレビと比べたら全然重さ違うじゃないですか。例えば40何インチとかの大きなテレビと比べたら、もう持ったらめちゃくちゃ重たいじゃないですか、薄型テレビでも、まあ、高級なものは。で、それと比べたらスマートフォンどうですかと、 iPad どうですかと、もう比較したら全然軽いじゃないですか。それだけ資源あんまり使ってないんですよ。だからそういう資源を大事にしましょうっていう意味もあって、そちらの方にな、誘導してるわけなんですよ。これ映画業界も同じです。これ海外も同じですよ。もともと26年以上前から、もともと、まあ僕もそういう意見だったし、他の人たちとかで有名な人たちがそういうふうに言ってました。ビル・ゲイツさんとかも言ってたと思います。昔の長者番付で10年連続ぐらいで1位だった人、マイクロソフトの創業者の方です。で、まあまあ、資産とか、その別に資産価値とかで表現してるのであって、例えばね、例えばトヨタの資産が30兆円ですとか、そういう話したところで、じゃあ誰がお金30兆円出して買うんですかの話になるんです。だから買える人なんかまずいないんです。だからまあ資産の話とかは一旦置いといて、まあすごいことをしたかどうかで、物事を見てもらって、その人たちがなぜそういうふうに言ってるかって言ったら、エネルギーの残存量問題、まあ石油とかガスとかの残りの残存量問題というものがあって、で、それに向けて僕はスポーツの勝ち負けで勝つことによって、まあ結局株主さんの話とかもいろいろありますから、まあ基本的にボクシングの世界とか格闘技業界だったら、ファイトマネーの世界戦限定ですよ。ファイトマネーの 2.5%。これ、個人の権利ものって 2.5% なんですよ。だから僕の頭の中とか、僕がその日一日どう過ごしたかが試合に影響出てくるんですよ。だから試合始まる前に大急ぎで家帰って、まあ、三宮で降りて、神戸市の中央区の駅の名前なんですけども、地下鉄に乗って、時間調べて、間に合うように撮影、終わった後、まあ、JR はちょっといろいろ列車の時刻がおかしくなって、だいぶ京都駅から17時44分発だったんですけども、10分か10分以上遅れて新快速が。で、結局三宮駅で降りて、インターネットで調べて1時3分の地下鉄があったから三宮駅に18時55分ぐらいに着けば、なんとか、乗れるかというところで、まあ、いろいろ考えながら、昼ごはんまだ食べてないけど、どうしようと。朝の7時前ですよ。朝ごはん食べたの。で、あの距離歩いてるんですよ。昨日の前の日も30キロ以上歩いています。昨日も30キロ以上歩いてるんですけども、あの炎天下の中です。で、ペットボトルの量、見せますね、今。これだけです。このうち一本はもう腐っていたんで廃棄しました。このあたりが14時ぐらいまででなくなっていて、もう昼過ぎのものはもう腐っていてジンマシンが出てきてたんですね。で、新しいものを買ってと。まあ、最初から冷凍庫に入れといて、まあ、タオルでも巻いておいて、なかなか溶けないようにしておいて、まあ、夕方ぐらいまで何とか持つようにしておいた方がいいかもしれませんけども、もう常温に変わってきた時点で、やめといた方がいいですね。まあ、もうジンマシン出ながら、まあ大変な状況で。だから、朝ごはん食べてから12時間以上経過してる状態で、試合の勝ち負けに取り込んでるんですよ。13時間は経過してますね、確実に。20時ぐらいだったじゃないですか、試合始まるの。だからそれまでに僕、晩ご飯の用意して、19時45分ぐらいか40分ぐらいに、まあまあ大体それぐらいの時間帯に自宅に帰ってきて、で、お米といで、ご飯スイッチ入れて、で、野菜刻んで、で、少し湯がいて、もう沸騰した時点で、ガス止めて、あとはもうその余熱でね、
野菜が柔らかくようにと、あともう一度食べる前にもう一回煮沸するんですけども、あんまりガス使ってる時間ってつけておく時間で一回沸騰した時に、それでも野菜を柔らかくしてる方なんですね。それでガスの節約もしています。もう残りガスの採掘なんか残り49年分ですよ。で、昨日の試合に関して、まあ、第1ラウンド、井岡選手が押しています。もう試合始まる前から言葉のワード組み上げていて、で、電車の中でも絶対僕、背もたれ使ってなかったんですね。エネルギーの残存量問題とかもあるから、エスカレーターも使ってないんですよ。あの距離歩きながら。全部階段です。本当にもうどうしようもないときはエスカレーター使用するときとかあるんですけども、みんなみんなエスカレーターを使用していたときって、昔どうだったかって言ったらメンテナンスが行き渡ってないところ、例えば2008年ぐらいですかね、ビッグサイトエキスポという東京の、エスカレーターですね。こう登っていくエスカレーターが急に逆回転をしたかのように、下りになって人がもう雪崩打ったかのようにもう転げ落ちていってるんですよ。で、これは世界中で起きてたことなんですけども、いろんな都市で。これは何が起きてたかって言ったら、中で車乗ってる人だったらわかると思うんですけど、マニュアルの。ギアとクラッチがあって、噛み合わせてるんですね。で、長年使用していると、こう噛み合わせることによって金属部分が接触しますから、クラッチの方が基本的に確か柔らかかったと思います。で、ギアの方が少し固めの材質使ってたと思うんですけども、クラッチの方が摩耗して、だんだんこう歯車の形状がだんだんなくなっていくんですよ。で滑り出す、噛み合わない、こういうふうな形で、で、ギア滑りを起こし始めて、ギアが噛み合ってないから登っていけるわけないじゃないですか。動力は伝わらないから。だから逆回転してるように急に逆回転みたいな話の仕方でバラエティ番組とか、放送していて、まあ、世界丸見えたとか昔から。で、エネルギーの消費量として、エスカレーターはなんか使うべきじゃないと。みんな階段ぐらい歩こうと思ったら絶対歩けるわけじゃないですか。そうでしょ。で、30階建てのエレベーターが6基ぐらいついてる、もしくは8基ぐらいついていて、しょっちゅうエレベーターが動いてるような、ところって、年間どれぐらい電気代使用してるかというと、1億円超えてるんですよ。ここの住宅って4階しかなくて、ほとんどみんな階段使ってますよ。エレベーター一応あるんですけども、ほとんどみんな使わないです。だけども年間2022年で41万超えてるんですよ。4階建てですよ。地下1階ありますけども。それ、電気代の補助金が確かついてた頃です。今年、一時だけ電気代の補助金が外れた時期あったんですけども、結構すごい料金が来てびっくりしました。で、スポーツの勝ち負けとかの影響のところ、国際戦勝たなかったら、横浜 DeNA さんが勝てない。まあ国際戦勝てば横浜 DeNA さんが勝てるの内容で物事を行ってたんですね。それもともとそういうルールがあったんですよ。それは以前阪神タイガース去年の状況はそうでしたし、だから阪神タイガースの試合の勝ち負けとか、ヴィッセル神戸の勝ち負けを同時進行とか、もうむちゃくちゃな状況。その間、ヴィッセル神戸の試合が行われてる間、阪神タイガース得点できないんですよ。ランナーは出れても。神がかり的な違いはそうなってます。その代わり、入ってた得点がヴィッセル神戸の方に入るような仕組みになってます。まあ、みんなコンピューターの電波からの影響を受けていて、神がかり的な力の影響を受けていて、日々、自分たちが動いてるんですね。で、そこまで理解できてる人間とそうじゃない人たちがいるんですよ。理解できてる人はものすごく頭がいい人たちで、世の中のことを詳しく分かってる人たちです。僕の情報量ホームページ見た時にみんな腰引けるでしょ。ただ、例えば経済のところとかでも自分にすごく深く関係ありそうなことだとか、ちょっと興味がありそうなところを見ていったら、あ、こういうことなんだ、ああいうことなんだっていうことが分かります。あ、これ見といてよかったって変わります。本当のことが分かっていきますから、世の中の仕組みとか。これ知らないまま社会に出たら危ないなっていう人口のこととか、みんなそれで失敗してますから、世の中のほとんどの人が。
まあそういうふうな環境下の中で試合始まる前から井岡選手に言葉の組み上げだとか、それまでの日本人選手の途中経過とかも見てました。電車の中とかで確認できる分は、例えば53分前の記事で、それまで井岡選手の試合が第7試合くらいだったんじゃなかったでしたっけ。そうですよね。で第5試合、第6試合、まあ後から気づいた方なんですけども、堤選手が出ているのかと。堤選手は以前の試合を見た時に、かなり、しっかりしたボクシングをしてるなという印象で、まあその日僕も頭の中貸したりとか渡したりとかしてるんですけども、表現的にはカッセルの方が本当は合ってるんですよ。けどその言葉で頭の中とかでワードを組み上げても頭の中いかないんですよ。お渡ししますっていうような形の敬語で使う。敬語で頭、自分の頭を渡すんですけども、世界のルールは法律っていう言葉を先に組み上げておいて、コンピューターを通して伝えて、で、まあ人間も聞いてる人が返答してくれるときは一番硬いです。で、世界のルールは法律で承認になりますから。証言をこう、まあできる人になるんですね。で、世界中の政府上層部の人たちが、僕はスポーツの勝ち負けの中心人物だって知ってるんですよ。オリンピック委員会の人たちも全員知ってますよ。オリンピックは僕が中心人物だっていうこと、全部僕基準で動いてますから。それは台風消滅とかそういったことに関わっているのであって、昨年の台風発生数も抑え込んでるんですけども、あれもテレビで絶対もう放送しないでくださいって言ってるんです。台風の大型化って絶対言わないでくださいねって。それ言うと本当になるから、僕は言ったからそうなるんじゃなくて、テレビでそれを放送してしまうと、多くの人が見てしまうわけであって、すべてのチャンネルでね、いろんな報道番組で全員言っちゃうでしょ。そしたらものすごい数の人が見てしまうんですよ。で、そう思い込んでしまうんですよ、多くの人は。あ、今回の台風危ないんだ。そしてどうなるかって言ったら、人間一人一人みんな神がかり的な力を本当は身につけてるんです。本人たちが気づいてないだけで。じゃあそれが思い込んだ力が具現化するんですよ。まあ、ハンターハンターっていう漫画に関しても、念っていう能力。まあそれは頭の中で考えたそのワードとか、まあ念を送るとかそういうふうなことわざがあるでしょう。ああいうふうなところからあの漫画が作られています。まあそういうふうな部分もあって、まあ、その台風の仕組みっていうものを分かってますから、だから、できるだけ被害を、出ないように数自体を抑え込めてるんです。で、正直今年日本に台風本当は来てるんです。多分。風がかなり強い日がありましたから。で、昨日の動画も今日の動画も最初の方を見ていただいて分かる通り、それ、スポーツの勝ち負けををある程度をまあ確認しながら、意識は河川の撮影プラス台風、メキシコ湾もしくはアメリカに近づきつつある、もともとカリブ諸島で発生した台風、まあ、ジャマイカとか通過して、いくつかの国で、火が出てます、死亡者の方とか、その台風を抑え込むのに、だから最初の段階で失敗してるんですよ。情報が遅すぎて、もうある程度の勢力になってから海外のその台風の情報を回されても、もうこちら間に合わないんですよ。風はいくらか取れてるんですよ。で、今年の最初の方の台風1号だったと思いますけども、フィリピンかインドネシアの近くで発生している台風なんですけども、もともとああいうのも第二次世界大戦の影響なんですよ。日本に来る台風とか中国の方に行ってる台風見たら分かると思うんですけども、ミッドウェーの海戦のあたりなんですよ。だいたい台風発生してるのが。で、もう、これはもう、神がかり的な力が分かってきた。あ、もうこれあの世があるなっていうことが分かるんですよ。だから、テレビとかなかった時代の頃に、まあ、仏教界とか、まあ、神道とかでもそうですけども、神社とかのことです。まあ、国によっていろいろ宗教違いますけども、天の神、アマテラスの大御神様が、太陽神が最高神っていうことで、どこの宗教も崇めてるんですよ。だって太陽なくなったら大変じゃないですか。で、太陽って燃えっぱなしだから、何百億年燃えてるのか何十億年燃えてるかわからない。じゃあ体積普通に科学的に考えて小さくなっていきますけども、だけども地球は温暖化してるでしょ。
誰も説明なんかできないんですよ、あのものすごい存在。太陽の大きなフレアっていうあの炎、地球7個分ですよ。そんなめちゃくちゃな大きさの表面積で燃えていて、そしたらそれだけものすごい面積で燃えてるんだったら、それだけ早く小さくなっていくはずじゃないですか。そしたら日本は氷河期になるっていう話になるでしょ。だけど現実違うでしょ。なんか宇宙を作った上位種の、まあ、天の神様のような、その、まあ、太陽を天の神様とするのであれば、そのさらに上位の存在っていうものが存在すると。だからそこまで理解しなければならないのと、ミッドウェーの海戦、日本とアメリカの総力戦の多分世界で一番大きな海戦だったんじゃないですか。実は日本の方が戦力大きかったんですよ、空母の数とか。だけども対地上用の相手基地を攻撃する、爆弾を積んでいて、魚雷を積んでなかったんですよ、ほぼ全ての航空機に。でアメリカにその暗号を傍受されて、電波で話してる内容とか信号とかで解読されて、相手はもう先に魚雷積んでるから、もう絶対海上戦で魚雷を先に積んでおかなかった話にならないんですよ。積み替えなきゃなんないですから、一機一機。その頃の時代って人間とかこう空気とか送り込んでエアーで持ち上げたりする大きな爆弾とか、もしくはハンドルぐるぐるだとかでしょ。もう一機戦闘機付け替えて飛ばすまでに20分とか、もうそんな世界ですよ。混み合ったりするでしょ、順番に飛んでいくしかないですから。もう 船なんか乗ってたらめちゃくちゃ揺れますよ、あんな大きな沖の方行ってたら。晴れて海が穏やかな時は別ですけども、ある程度の時は大抵ある程度の波ありますから。海行ったことあるでしょ、波2メートルぐらいの高さ結構平気であるでしょ。あの船の上に乗ってたらみんなどうなるか分かるでしょ。その中で作業しなきゃならないですよ。なんかもう慌ててたらスパナ落としたりとかしますよね、あのナットとか回すものだったり、まあレンチだったり、焦るからまず相手も魚雷積んで発艦してるって、まずまずまずこれもう絶対まずいっていうことになるから、現場大当てですよ。で日本はほとんどの航空機を飛ばすことができなくて、魚雷を積み替えてる間にで相手に魚雷を打ち込まれて、空母を次々と、撃沈されて負けてるんですよ。空母の数実は日本の方がちょっとだけ多かったんですよ。ただ国力はアメリカの圧倒的に上ですよ。日本の5倍ぐらいの国力がありましたから。なあ、その当時お亡くなりになった人たちは、もちろんアメリカの兵士の人たちもいますけども、日本が大敗している以上、日本人がたくさん死んでるんですよ。で日本人とか、その戦争に巻き込まれたインドネシアとかフィリピンの人たちとかの怒りがあって、あの辺りばっかりミッドウェーの海戦があった、あの辺りで、あの一帯の海で海戦がありましたから、地域の名前調べてミッドウェー島なんか調べてもしょうがないですよ。あんな島で戦争なんかしないですから、海の上ですよ戦争してたの。それぐらい分かりますよね。でまあ特攻とかさせられた人たちからしたら、ね、政府の人たちにすごい恨みを持ってるわけじゃないですか。ね、もう雨の降り方とか、全部分かってきたら、あの世の人たちにもこちらの考えてる内容とか、これ届いてるなと、伝えてる内容とか、もう絶対分かるんですよ。天の轟きのとこ見たら分かりますよ、雷の鳴り方とか。大体首都の東京の周り、雷たくさん鳴ってるでしょ。議員はっきりしてるんですよ、あの世の亡くなった人たちの怒りって。天の轟きって大体30分ぐらい続きますよ、雷が。雲なんかなくても稲光が走ったりとか、ああもう学校のあの科学者なんか世の中のことよく分かってない人間になってましたから、もともとプレート説も嘘、採掘していて中空洞だらけ、年間200億トン分ぐらいの地下は空洞化してるんですよ。それ一斉崩落で地震発生しますよ。一斉崩落なかったでしょ、学校で。もともとみんなあんまりよく分かってないまま教科書とか作ってたんです。原稿の欄見たらびっくりしますよ。
モンゴルが中国と朝鮮半島を制覇して日本に攻め込んできた、あんな大昔の時代に、無理に決まってるでしょ。山越えて徒歩で来るのどれだけ大変だと思ってるんです。水腐った話したでしょ。冬は冬で夜来たら死にますよ。春秋でも夜なんか迎えたら凍えますよ。雨降っただけで死にますよ。全身ずぶ濡れになったら急に乾かすことなんかできないんですから。食料どうするんです。あの距離どこで調達するんですね。最初からほら話をみんな歴史として戦国時代とか覚えてしまってるんですよ。歩けるわけないじゃないですか、あんな距離。さらに船で何万人も渡ってくる。じゃ朝鮮半島でみんなで斧で木切って、のこぎりで切って、寸法合わせなかったら船なんか、しっかりした船なんか作れませんよ。すぐ沈没しますよね。できるわけなんかないんですよ、そんなこと。何年かかると思います？10万とか20万人の大軍が村に駐留された。日本の本当の人口、今の人口、今の国境のところ3200万人ぐらいですよ。1億人ぐらいの話って、朝鮮半島と台湾と満州国を併合した頃で、満州国っていうのは中国の北部の方の一部です。すぐ近くは首都の北京です。だからある程度人口密集地帯が含まれてるんですよ。もともと政府上層部の人が日本の、中国の人が日本の政府上層部だったり、まあ、今しっていう声聞こえてきましたけど、もう何かも分かんない、 YouTube で言ってますから。ユン大統領、韓国のユン大統領も元々自由民主党なんですよ。自民党です。で、この間放送された台湾の男性の方も、なんか前も見たことあると思うんですけども、僕の家の横かフルーツラーパークで僕に向こうで言ってくるわっていうようなことを言ってた、まあ、日本語の流暢な方で、ユンさんも日本語ペラペラですよ。でそれ何で過ごしてるかって言ったら、もう今の時代はだいぶ前から国連という形でまとまっているのであって、お互いの国の言葉が、両方の国の言葉が分かる人たちで外交しなかったら話進まないんですよ。本当に難しすぎて、法律の世界の話まで入ってきますから。だから世界共通語は英語だっていう部分で、まあ、簡単な話とかはある程度できたりする人たちはいると思いますよ。だけどもアメリカの法律用語交じりで会話できる人なんかまずいません、このように。これが本当の話です。だってアメリカも法改正でコロ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 法律変わりますし、もう僕も自分の国の法律で手いっぱいですよ。わからないことだらけです。法改正でコロ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 法されて、で政府の書類とかも結構変わってるんですよ。所得税とかの確定申告、昔は138万円以下の人は申告しなくてよかったんですよ。それが気がついたら128万で、いつの間にか108万人までになってた。今最近では108万なんですよね。だから政府も内容を変えてくるからみんな分かんないんですよ、その窓口行って聞かなかったら。本当にで、まあ、10万円の給付金の話の中 の、 その低所得者の人 の、 あの住民税とか所得税の控除の4万円の話とかも、だから政府 の、 の書類がコロ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 変わると、確定申告なんか年に1回だから、みんなよく分からなくなるんですよ。これいくらでしたっけっていうような形になるんですよ。やっぱりそれは普通だと思いますよ。まあ、やっとスポーツの話とかに戻るんですけども、その井岡一人の選手の試合見てたら分かると思うんですけども、途中で、ね、第6ラウンド前後ぐらいのところで保温っていうことを言ってるんですけど、それ僕は気づいたんですよ。ご飯帰ってきて炊いてスイッチ入れていて、で炊き終わった後保温に自動でなるじゃないですか、炊飯器って。だから NE の残存量問題ですぐそれ取り消しをして保温しない状態にしなきゃならないんですよ。それだけ井岡選手劣勢になるんですよ。背もたれ、僕は電車に乗って帰ってくる試合じゃない時間帯でも僕は背もたれ使ってるだけで、その日の試合影響出ます。もう細かいルールものすごくありますよ。それ全部乗り越えなきゃならないですよ。だから言葉のワードの組み上げとか法律を用いることによって、自分の頭の渡す相手は任意性っていうことで相手に渡してしまわないように。だけども相手は体の中に入ってきたりしますから、相手選手が映ったりした時、喋ったりした時、それはある程度わかります。
あ、自分の頭の行き先相手選手の方に行ってるって。だからそれをだんだん遮断していくんです。民法720条正当防衛丸102を使用しますだとか。で、井岡選手にも技術的なところでも井上尚弥選手の、まあ途中でね、そのこの言葉の組み上げは大体終わってますって伝えたときに、いろんな良いアッパー、良いカウンターとか、まあ、いろんなことを、良いストレートだとか、良いジャブだとか、課題ディフェンスだとか、いろんなことを言葉の組み上げを入場の間にしています。入場する前に未来の時間軸からの声も聞いています。井上尚弥選手の今までダウンしたことなかったんですけど、今年の試合でダウンしましたよね。初回からの試合の1ラウンド目の動き見てもらったら分かると思うんですけども、相手を詰めていくような裁判で、例えても同じだと思います。こうだんだん証拠を出していってね、話こう質疑応答して相手をこう詰めていってね、もう相手反撃できる状況じゃなくなると。裁判っていうのは闘争の場なんですよ。法律でそう書かれてますから。法廷は闘争の場ですって。戦いの場で攻撃方法とか防御方法を自分で提出するんですよ。何を用いて攻撃するのか。だから神がかり的な力とか分かってる人たちが裁判官になってるんです。これも本当ですよ。もともとそういう世界ありきでこの世の中ありますから。で、だから井上尚弥選手のこの間そのダウンした試合って第1ラウンドから大振りだったんですよ。そりゃカウンター合わせられますよね。だからちょっと仕留めるっていうこと、 KO っていうものを意識しすぎて動きが荒くなっていた。仕事で例えると、それまでしてきた井上尚弥選手の試合ってものすごく手堅いんですよ。ちゃんと丁寧に相手との距離を測って、相手のパンチがどういうふうな軌道でどれぐらいのところまで飛んでくるか、どれぐらいの踏み込みの時はどう動くかとか、全部距離測って丁寧に丁寧に最初対応していくんですね。で、相手選手って井上尚弥選手の今までの KO シーンとか見てますから、特にフックを意識するでしょ。あと僕のフック主導の話、ボクシング業界の大体世界戦に出てくる人たちだったらもう大体世界中で技になってますよ。ガードの上からでも相手ダウンさせたことあるでしょ。井上尚弥選手の肩を入れた、体重を乗せた重いパンチかといって隙はほとんどない、ああいうパンチを打てる。で、それにはまあ上下の打ち分けだったりだとか、ボディーブローだったりだとか、ボディーブローが入り始めると相手はどうしてもガード下げますよね。じゃあフックに対してどう対応するんですかっていうことで、今度フック意識したら上に上がってくるでしょ。真ん中が空いてるじゃないですか。じゃあ真ん中にジャブが簡単に入りますよね。そういうことなんですよ。もう詰め将棋してるのと同じなんですよ、ボクシングって。で、まあいろんな試合の仕方とかは人によって本当に様々です。メイウェザー選手なんかは、まあ後から僕も知った方なんですけども、まあいろいろ忙しくて、YouTube とかで後から引退してからどのような試合の仕方をしてたかっていうのを、まあ拝見させてもらって、まあもともと僕関係の方なんですけども、L 字型に腕をガードして体を半身にしてるんですよ。こう正面向いてる時の方が相手からしたらパンチ当てやすいですよね。ガードの上からでもいいから何でも。だけども半身にすることによって当てにくいですよね。左手一本でほとんどの部分ガードできますよね。こちらなんかまず打たれることなかなかないですよね。誘導されたら話別ですよ。だけども基本的にこの動きでずっと相手の攻撃をガードしきったりスウェーでかわしたりしながら攻撃をいなして、で反撃してるんですよ。それがメイウェザー選手の戦い方で、じゃあずっと防戦型なのかっていうと急に前に出たりするんですよ。だ相手からしたら予想がつかないような戦い方をしてくると、ある程度は想定してるんですけども、
想定してきた戦いが通用しない。ちゃんと自分の中でメイウェザー選手は出来上がってるんですよ。この L 字型のこの戦い方だったら絶対これだっていう、相手がこういう風な構えならこういう風なタイプならこういう風なボクシングの仕方をしてくるんだったら絶対こう対処するんだっていうのは頭の中で完全に出来上がってるんです。だからそれをどういう風に対処するのか忘れない。だから、しっかり対処できるっていうのと同じで、井上尚弥選手の試合と昨日の試合、井岡選手の試合は似てたんですよ。詰めていってたんです。で、保温がついてた時に、まあ第2ラウンド、第3ラウンドはまだご飯炊いてる頃だったんですけども、ちょっと押されました。だけど第1ラウンド確実に取ってますよね。で、ゴングが鳴った時に、まあ、第4ラウンド、第5ラウンドとラウンド進んでいくにつれて、どちらがシャキッとしてました。完全に井岡選手でしょ。良いボディーブローが何発も入ってましたもん。で、相手は、今まで、KO 記録がたくさんあって、無敗の人で、いかにも強そうっていう形なんですけども、KO に一部こだわりすぎて、強引に倒しにかかってきてたじゃないですか。それちゃんと距離みたい。対応してるんですよ。で、解説席で当たったのなんだろうって言ってますけども、大したことないですよ。だいたい額で止めてますが、ここの骨が一番硬いんです。で、井上尚弥選手の試合とか調子いい時とかがそうなんですけども、相手のボディーブロー、肘でガードしてるんです。で、相手のフックとか、ちゃんとグローブでガードしてるんです。あとはスウェー。スウェーの言葉を組み上げで、ちゃんと使ってます、こちらも。カウンターでボディ入れて、右のボディも入って、で、それが10ラウンドの頃には、もう本当にあのカウンターで、体重の乗ったボディが、10発以上入ってるんですよ。で、それもね、アッパーとかも途中から、取り入れて、それは僕の頭の中渡しながら、その前のね、そのボディを意識した時に、あとフックもどうしても意識するから、相手が淡井圭介もプラスされてるっていうフック師匠の話があるから、フックをある程度警戒してる分がある。その方向で戦ったら戦ったらこちらも戦い方知ってるんですよ。アッパーボディだけのカウンターだけじゃなくて、相手のだからこことここを意識しすぎることによって、もう前がガラ空きなんですよ。だからアッパーは何回もいいの途中から入り始めましたよね。だからそこまで行くと、相手だんだん攻め手がなくなってくるんですよ。だから最後の方のラウンドって、井岡選手の方が圧倒的に押してるんですよ。威力のあるパンチが、どちら側の方がたくさん当たったかって言ったら、倍ぐらいで井岡選手の方が当たってるんですよ。相手のフックはどうのこうのっていうことで、内藤選手、まあ、内藤元世界チャンピオンの人が言ってましたけども、相手褒めすぎで、あれをね、解説席で言ってしまうと、一般人の人たち勘違いするんですよ。もう一度言いますけども、ゴング鳴った後、どちらも息切れ起こしてます。あんなに大振りしてある。自分で3分間こうね、大振りのパンチ一回シャドーボクシングしてみたら分かると思いますよ。普通の人30秒持たないですから。息上がります。息上がったらどうなるか、動けなくなるでしょう。もう技術云々とかじゃなくなってくるんですよ。もうただひたすらガードとか、そういう形になってきます。そんな状態だったら、上から威力のある肩の入った体重を乗せたパンチ打たれますよね。ガードの上からでも結構来ますよね。でも明らかにボディが効いてましたから、相手選手の右脇腹の。だからもう、あとフックもそこそこ入ってますよ。途中の第6ラウンド以降、何発か完全に相手のガードをしてないところにフックで迎撃できてます。アッパーでも迎撃できてます。ボディもです。良いカウンターなんかも最初の方の言葉の組み上げで、組み込みでますから、もちろん試合中は一切僕油断しないですよ。何があるか分かりませんから。で、トータル的に見たら井岡選手の圧勝だったんですけども、まあ井岡選手がどういう風に言われたのか分からないですけども、本当はご飯っていうことをおっしゃってたんですけども、これね、僕前から感じてたんですよ。東京オリンピックの時も一回だけあったんですけども、頭なんか貸しすぎて一日にも多分10試合以上取り込んでた時ですね。柔道の試合だけでもそうなります。
次々、1日に何試合も行われるんですよ。男子と女子があるでしょ。それプラス水泳とかもあれこれいろんな競技があるわけじゃないですか。もう順番忘れましたけども、2週間ぐらいでほとんどの日程を終わらすわけですから、野球もありましたし、ゴルフもありましたし、フェンシングもあれば、バドミントンもあれば、テニスもあったでしょ。だからもうゴルフに関しては、一回松山英樹選手を一時的にせよセカンドランキング1位にしましたから、まあ、もういいやと思って、他のまだ活躍できてない人たちも勝たせてあげなきゃならないから、まあ、松山選手には申し訳ないですけども、3位の位置に一時期は行きましたよ。だけども、もう、取捨選択しました。ごめんって。ゴルフは時間かかりすぎると。4時間も無理だと。その間に他の試合に何試合もできると。だから頭の渡すを置くのってかなりきついですよ。1試合ぐらいとかだったら毎日なんとかなるんですよ。それ連日続いて朝から晩まで遊んでない状態ですよ。全然。で、笑わないんですよ。全然。笑ったら力抜けますよね。選手も同じような状況になってしまうんですよ。で、まあ、昨日の試合に関しても、井岡選手が途中のラウンドで一瞬、ちょっと、笑みになってたんですけども、こう、プッとこう吹き出しそうになって、相手選手が変なパフォーマンスとかしてたじゃないですか。だから、それしたらそれしたで、スポーツ界の笑わせるようなことをしてきた相手が悪いっていう、これは、スポーツ国際司法裁判所でも、ちゃんと、判例があるんですよ。試合中にね、笑わせるようなことしてきたら、ダメですよって。それ、違法行為ですよって。罰せられますよって。まあ、内容にもよりますよ。どの程度のものなのかっていうところでね。で、相手はそういう内容をしているから、だから、まあ、工業的な部分と、まあ、商業原理の部分ももちろんありますし、倒産とかあるわけですから、ボクシングチームにも。だから、まあ、オリンピックでこれはっきりしてるんですけど、パフォーマンスしたらダメなんですよ。例えば、サムライポーズっていうものを、100メートル ×4 のリレーで男子は行ったんですけど、こういう風な刀を抜くような。抜く前からなんか、動きぎこちなかったでしょ。あれもその時点で、あ、やっぱりやめとこうでやめた方がいいんですよ。いろんな人を怒らせてしまいますから。挑発行為です。民法でも刑法でもあります。違法行為です。で、そのメンバーがその罰をこう思ったんじゃなくて、後から、まあ訴訟が開かれたのかどうかわかりませんけども、次の東京オリンピック大会でバトン渡し損ねて失敗したでしょ。神がかり的な力で、報復と言ったらおかしいですけども、罰せられてるんですよ。だから僕はそれ、ちょっとそのサムライポーズに関しては、もともとテレビをいろいろ見ていてね、もともと横浜ベイスターズさんも千葉ロッテマリーンズさんも、もともとお客さんあんまりスタジアムに年間入ってなかったんですよ。昔、例えば横浜ベイスターズさんの頃、今は DeNA という名前ですけども、年間の売り上げ27億円しかなかったんですよ。それでね、スタジアム、土地代、建物代、両方合わせて何百億円。で、百何十試合もするものですから、飛行機であっちこっち飛び回るでしょ。30人ぐらいで。選手、監督、コーチ含めて。で、宿泊費用から何から何なんだよ。宿泊費用だけでも、半分以上の日数。だいたいまあ70日ぐらいは宿泊してるんじゃないですか。逆ですかね。次の日の移動とか、その日のうちに移動とかがあったりしますから、地元にうまく帰ってきたら、ちょっと宿泊日数は減らせるんですかね。まあだから、まあ60日がだいたいそれぐらいあるわけじゃないですか。ものすごい費用かかりますよ。30人だよ、30人ぐらいで、その。さらに球団関係者とかも移動するんでしょう。それもとんでもない金額になりますよ、費用が。だからいろんな経営、お客さんに来てもらえるような、ちゃんとお金を払ってくれる。だからいろんな経営の仕方をしてきて、お客さんに名前を覚えてもらって、アピールして、で、お客さんの数を増やしてて、その根本は全然違うんですよ。ワールドベースボールクラシックを優勝して世界一取ったからですよ。それまで、今まで日本の野球っていうものは、世界で一番になんかなったことないんです。アマチュアの世界でなったことがあっても、
プロ同士で全員メンバー揃えてきた試合で世界一なんかなったことなかったんです、日本は。もちろん戦後の頃の状況とかありましたよ、食料事情とか。あ、もう日本中でああいうような空爆とかもありましてね、最終的に原爆を2発投下されて、さらに終戦を言っていても、ロシアに攻め込まれて、一部の義勇兵の人たちが、対抗して、なんとか食い止めてと。ろくな装備もない中で、あんな巨大な国ですよ。面積見たら一番大きい国じゃないですか。まあまあ、寒冷地帯であるとはいえ。まあ、もちろん今はもう、プーチンさんとも仲良くさせていただいてますし、習近平さんとも仲良くさせていただきます。アメリカの方も、まあ、トランプさんの時もそうですし、ジョー・バイデンさんの時もそうですし、その前のオーナーさんも、もともと僕と会ってる人ですから。オーナーさんのことですよ。黒人初のタイトル、人権作文を、その世界の上層部と、その時の世界上層部の人たちが、フルズラーパークに集まった時に、僕も読みましたし、まあ、大会で読んだ人もいます。綺麗な発声っていうことで。もう、悲しみながら書いてるから、もう字めちゃくちゃ汚いですよ。中学生の頃に書いた作文。だけども、それを見た時に、あ、この人、本当に、悲しい気持ちになってたんだなって。それ分からなきゃダメなんですよ。それと同じで、じゃあ昨日一日の僕のあの努力って一体何だったんですかって。で、たまに思うっていう言葉をオリンピックの前にさっき言いましたけども、それ階級の話なんですよ。ボクシングの人たちってみんな減量したりするわけじゃないですか。筋肉つきすぎても調整しなきゃならないわけであって、でももう世界戦とかのその世界一になるときに、全部の試合がそれを要求されるわけじゃないですけども、もしかしたら年に1回ぐらい、その、一食抜きぐらいを経験しなきゃならなかったりとか、それあるんじゃないかなって本当に思うんですよ。柔道とかも、レスリングとかも、階級制。体重の階級ですよ。だってみんながみんな、全部うまく3食食べて、きちっと調整、全試合できました。そんな人いないでしょ、多分。正直変な試合とかも見たことありますし、あれ日本人選手の方が大きくありませんかと、この人体重相手の選手の人と同じですかっていう試合も見たことあるんですが、まあ、エキシビションか何かで、だからまあ昨日の試合に関しては僕からしたら、井岡選手も泣いてましたけども、相手選手も泣いてたじゃないですか。昨日の僕の悲しみっていうのを先ほどパソコンで表記した動画、ホームページは IKS 研力の1番から見れますから、7月8日8日です、月曜日のところからアクセスして見てください。話聞いてください。全スポーツ業界の方たち、お金払ってもらわなかったら、ゲーム業界とか映画業界とかもそうですから、アニメ業界の特にそのお金みんなからかき集めてきて、河川水門開始式玉発電とか、まず特許を取るところから始めなかったりとか、一応今の訴訟で、今までの世界中についての功績の部分で、外交とかのところの部分ですよ。世界の友好関係に役立ってきたわけですから、特許料も国の方で出してくださいよって。お金回りとか見たらもうみんなびっくりしますよ。最低賃金の、上昇による補助金で政府から出してる企業へのお金、最大で600万円とかですよ。雇用助成金とか別ですよ。もうそのお金は最低賃金を引き上げるためだけの補助金なんですから。他にもいろんなお金ありますよ。なんでこんなに重要な内容。ねえ、そんなに お金政府が出すの嫌なんだったら、例えば自民党とか公明党とか、まあまあ立憲民主党の皆さんとか、まあ今でしたら大阪維新の会もそこそこ大きな規模でしたけども、例えば自民党なんて地方議員の人たちとかも合わせたらすごい数いらっしゃるわけじゃないですか。だって市議会とかあって、都道府県議会があって、ね、みんな1万円ずつ貸すわけでもいいわけじゃなかった、いいわけだったわけじゃないですか。僕がの、東日本大震災の時に募金箱に1万円を投入したのと同じですし、能登半島の地震で1万円銀行に振り込んだのと同じです。証拠貼り付けてますよ、僕のホームページから見れます。振り込んだ記録残ってますから。
でそのお金後からその河川水門開閉式玉発電ができて、発電ができて、まあ個人の権利ものは 2.5% ですから、だからファイトマネーとかも 2.5% なんですよ。だから割合合うのか合わないかの話で言うと、もう世界戦とかで限定させてもらわなかったら、試合の数もそうなんですけども持たないんですよ基本的に。でまああのまあ基本的にチャンピオンベルトがかかってる試合限定なんですけど、ごく稀に去年の年末の時とか、あの堤選手だとか他の選手の試合の時、まあ、あのこちらが頭の中を、渡したりとかして参加したりしてる部分はあります。 もちろん言葉のワードを組み上げたりだとか、だから昨日の試合に関して僕だって勝たなかったら海外の人からお金もらえるような立場じゃないんですよ。それ絶対国同士で分けてなかったら、サッカーの試合でも昔そうだったんですけど、淡井圭介の取り合いを し始めるんですよ。国連というまとまりの話だけで進めていくと、いやもうこれは競技ですから、国と国で代表者が分かれていて、その国の代表者で何人か、僕は何人か日本人です、じゃあもう日本代表側の人ですよっていう形にしなかったら無理なんですよ。で天の神様への安全のお祈りをしてましたから、やっぱり僕は試合を取り行っている部分とかも強く影響力があって、ダウンが結局なかったわけじゃないですか。かなりの威力のあるボディーブロー10発以上当たってるんですけども、相手が踏み込んだ時にこう打っていて思いっきり当たってるでしょ。普通は多分ね、ダウンすると思うんですよ。だからその辺のところでそういうような安全のお祈りとかもあって、例えば相手、僕もあの法の下に平等とかもすごく強く意識してるんで、相手選手がこうスリップした時に井岡選手もその場でよろけてるんですよ。相手がこうこけつをこうスリップしてこけてる時だから、別にこう何も動かなくていい時ですよ。だからこうよろけてるんですよ。相手と同じような状況は起きてるんですよ。分かってます？野球とかサッカーでも同じですから。そういえば相手チームさっき1、2塁の場面があったな、もしくは阪神タイガースは先に1、2塁の場面があった、じゃあ相手も同じような状況ができていく、1、2塁阪神タイガースは、得点できたけども相手は得点ができなかった。だからその辺が勝負の分かれ目だったりするんですよ、特に1点差を争うゲームって。だから分かります、いや分かりやすく、これボクシング界の方にも聞いていただきたいんですけども、技術的な部分って本当に大事なんですよ。そのスポーツの仕組みとかを分かっていて取り組まなかったら、井上尚弥選手でも1ラウンドからあんなに大振りしてたら、ボクシングのもう世界チャンピオンとかもうその日本チャンピオンの人たちでも分かるじゃないですか。あんな戦い方してるんだ、あんな戦い方するんだ、俺でも勝てるんちゃうかって。もう正直ごめんなさい、こういう言葉遣いで、まあ一応今日ドジャースの試合が朝の日本時間で5時過ぎから行われてるんで、まあ向こうはピッチクロックやバッターのバタクロックとかそういったあの試合を早く進めるルールが導入されて、まあ負担軽減、選手もそうですけど僕のことも配慮してたと思うんですけど、基本的に次の日の日程とか見てなかったら、まあ二度寝したりとかして対応したりとかできます。前日日付変わった瞬間日本時間で天の神様への安全のお祈りとかしていたら、やっぱり安全の方が重要ですから。みんな借金の返済のために仕事として家庭を得ながら給料とか報酬を得ながら、報酬、役員の人は報酬ですね。で、給料の算定表のタイプの人もいますよ。で借金返済のために頑張ってるようなもので、それ一軒家買う状態とみんな同じなんですよ。で、昨日の試合も途中からね、井岡選手も相手のボディーブロー、何回も言いますけども、肘でガードとかできてるんですよ。自然とそうなるんですよ。肩や淡いケースが出来上がってますから。帰りの電車なんか背もたれも一切なしですよ。もうこういう状態ですよ。その間は他の人たちが世界戦を行ってるのも分かってましたから。負ける気、さらさないですよ。
でもちろんその試合勝たせてもらった人たち、あなたたち世界チャンピオンのベルトがかかってる試合じゃなかったんだから、井岡選手の試合が始まった時に僕の頭がいかなかった時、あなたたちが頭なんか渡しなさいよって、そうじゃなかったら僕は請求先分からなくなるんですよ。だって世界チャンピオンの一覧表があるから、あ、この時こういう風に勝ってるこの人には請求かけよう、負けた時はもう僕のその失敗とかもあるかもしれないし、試合日程が分かってなかったり僕の方が忙しくて取り組めなかったりとか、そういう部分とかもありますから、だからもう負けた試合に関してはお金なんか一切要求する気ありません。そのファイトマネーのたったの 2.5% なんですよ。それで物事進めてるんですよ。まあ、もしかしたら阪神タイガース、いや、一部、一時、まあ、岡田監督の声が聞こえていて、俺が守っておくからとか、途中で考えたのが、頭なんかよぎったのが、昼ご飯食べてない状態で、夜の世界戦も取り組まなきゃならない、こういう時、誰かが本当はかばってあげなきゃならないとか、何かそういうワードが頭の中をよぎって、まあ、それは人道的に自分も覚えておかなきゃならないことですし、誰かそういう人見かけたら助けてあげたりしなきゃならないじゃないですか。特に被災地とか、阪神淡路大震災の時とかは、神戸市兵庫区にマルシン市場っていうマルシン、まあ、市場があって、そこにパン屋さんがあったんですけども、だいぶ前に、閉店してるんですけども、そこのパン屋さんの人がすぐ近くの、現在名称夢の小学校、以前の名称は東山町にあったから東山小学校だったんですけど、そこにもうパンのラックごと持ってきて、パン箱持ってきて、皆さんもこれ食べてくれ、無料で食べてくれたらいいですよって、いいですか、みんなもう集まってきてくれたらいいですよって、取ってくださいって、人として最高じゃないですか。残念ながらその後倒産しましたけども、人間どう生きたかなんですよ。で、昨日残念ながらレフリーの人たちとかボクシング界の人は絶対知らならないことしてしまったんですよ。2が見たらボクシング2、要するにクロート目線で見る人たち、相手からしたら圧倒的に井岡選手が勝ってる試合なんですよ。そこでそんなイカ様のジャッジを下したら、こんなめちゃくちゃな社会ありませんよ。テレビの放送なんかフェイクの戦争ニュースとかしてるんですから。昔戦争した内容を今言ってるのか何の話じゃん、もう全然わからないですよ。だって途中でコンピューターが映像加工とかしてるんですもん。サイバー攻撃されて。もう何の件言ってるのか全然わかんない、本当に。映像見せられても。途中で戦争映画を作ってた時の映像とか、本当に混ぜ込まれてます。ここで僕は 頭で覚えてるから、後から思い出したりとかして、あ、あのシーン見たことあるって。あのね、本当にロシアとウクライナの戦争で笑わそうとしてくるような映像流れてくるんですよ。戦車の主砲が機関銃ぐらいの大きさしかなくて、周り歩兵に取り囲まれて、砲台が回んないんですよ。こんな戦車作ってどうすんのって、絶対笑わすための演技。途中で戦車止めて、投降して現れるようなあの状況。この戦車が降参してるって、もうどうせガソリン切れになったら、そんな戦車作ったってガソリン切れになって、ね、やっぱり助けて、水ちょうだいとかになるんですから、食料ちょうだい、腹すいたって、お腹すいた、無理やって、死ぬってなるから、本当に。本当にそうですよ。寒冷地帯なんかで雪降ってる中で戦車なんか動かしていて、ガソリンなんかなくなったら暖房使えないんですよ。金属、凍りつきますよ。皮膚くっついたりとか大変なことになりますよ。わかるでしょ。それと同じで、戦争のフェイクニュースとか流してしまってるこの世の中で、スポーツのジャッジだって絶対しっかりした内容でジャッジしなきゃなんないのに、それ間違えただけで試合の内容ひっくり返るんですよ。野球の試合。先ほどの、撮影の続きなんですけども、どこまで話しましたっけ。まあ、とにかく昨日の試合に関しては、まあ、スポーツ国際司法裁判所なので、対応していただきたいですね。どう考えても井岡選手の勝ちです。で、相手選手も、負けって言葉に出して、言ってましたから、日本語で。それは分かるんですよ。で、分かるんですけども、
何を表現したかったのかは僕の方に伝わってきてないので、僕にこうテレビに向かって自由な意見っていうのを、言わせたくてそうしたのか、それとも、まあ、アルゼンチンの方だったじゃないですか。昔の、サッカー界の、神の手ゴールって呼ばれてる、あのゴール前で完全にあのバレーボールみたいにアタックするような形でハンドで、そこあかんやん、絶対ファールやんっていうような、ごめんなさいね海外の人たち、訳せないような言葉で、もともと正式な日本語じゃないんですけど、方言なんですけども、あのもう ダメだっていう意味なんですけども、ダメじゃないそんなことしたらって、みんな見てるのにって、みんなお金払って見に来てんのよって、みんな税金投入されスタジアムを作ってることしてる人なんかめちゃくちゃたくさんいるんですよって、あなた何してんのって横領事件なのよ本当はって、もうこれ言い始めたら全員捕まらなきゃならない話になるんですけども、いやだから雇用助成金とか税金の入ってない仕事なんかまずないんですこの世の中に。で、まあ、じゃあ、どこが線引きなのかっていうところをし、決めてるのが、調整をしてるのが政治家の人たちなんですよ。だまあ、円安とか、その、10万円の給付金の話とか、実際物価が上がったりとかしてますから、それも対応してもらわなかった。電気代も僕びっくりしましたよ。4月下旬の支払いなんか2万5千円。ストーブあんまり使ってない時期のはずですよ。だから、3月に使用した、電気代だと思うんですけども、まあ、ある程度はストーブは使ってますけども、だいぶ、まあ、3月中旬、下旬とか、2月のバレンタインデー前後の頃に、最高気温25度とか、もうものすごく温暖だったんですよ。今年。で、3月もそこそこ暖かい日はありましたね。まあ、ちょっと寒波が来た時もあったんですけども、もう寒波来るんだったら7、8、9ですよ。どう考えても。もうちょっと話がだいぶ結局マラドーナ選手でしたっけ、あの髪の手ゴールの人、あの後優勝とか剥奪されました、スポーツ国際司法裁判所とかで、うんっていう声が返答は来てるんですけども、やっぱりそうでしょ普通に考えたら。絶対そうでしょ。で、神がかり的な力の世界でね、僕は試合取り組んでる時って法律がものすごく効いている神がかり的な力が発揮されてますから、僕は基本的に阪神タイガース、まあ、今年は横浜 DeNA さんや、まあ、日本のプロ野球 あのチーム名とか一回、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、僕のホームページは IKS 記念日記の100番台のところの今までのプロ野球のことなら100番から110番までの間に記載してるんですけども、優勝回数とか載せてますから、戦後のどれだけ東京首都がめちゃくちゃ一方的なことをしていたかっていう記録見てもらったら分かります。それ大体1977年淡井圭介が生まれたぐらいの年から物事変わってるんですよ。それまでほとんど毎年3分の2以上の年が4分の3以上と言っていいです。ジャイアンツばっかり優勝、しかも9年連続日本一ですよ。どんだけ他の球団からしたらお客さん入らなかったか分かるでしょ、来るわけないでしょそんな状態だったら。だからその辺のところでプロ野球界からしたら全体的な売り上げとかを見た時に、ワールドベースボールクラシックの件もそうですけども、淡井圭介に頭上がるような存在じゃないんですよ。サッカー界も全然約束守ってませんから。 NE の残存の問題について、各都道府県にサッカーチームは1チームで、複数本拠地制度で、2リーグ12球団、これに変えなきゃならない。サッカーの試合をそれで、全員解雇するんじゃなくてね、ほとんどの人が残れるように12球団に絞って、で1週間に4試合でもしたらいいじゃないですか。 J1 と J2 のチームをその複数本拠地制度で、そこで僕は指定している都道府県の合併するところ、プロ野球球団と、その都道府県に合わせたの J リーグ全部合併したらいいんですよ。じゃあもともとプロ野球で例えるとドラフト会議とかで他の都道府県から来てる人とかいるでしょ。あんまり、だからまあ地元にちゃんと寄りながら、こう、あと帰りも帰りやすいね。あんな年俸3億円とかみんな年収でもらってないから、本当に。私はそれ違法行為なの。例えばね、
昔小室哲哉さんっていう方が捕まったりしてたんですけども、音楽業界ですごく名を馳せた人ですよ。小室ファミリーっていう、その音楽、その当時としては、まあ、テクノと呼ばれるような、まあ、コンピューター系の音を使って、まあ、バンドの音を取り入れながら、まあ、さまざまな分野の、グループを、作っていって、まあ、ダンスメインのところだったりだとか、まあ、ソロメインだったりの人とかだったり、まあ、あんまりダンスじゃなくて歌詞とか歌だとか、まあ、そういうふうな、方向性だとか、まあ、いろんな形で、すごく売れたのは売れましたよ。日本の歴代の、TRF さんとかですね。だから、グローブさんとか川原智美さんだとか、まあ、けど、まあ、活動期間云々とかあってすごい曲っていうのは日本の今まで女性の出してきた曲のベスト100とかの話になってくると1曲2曲とか、まあまあ、多い方でまあ3曲以上とかそういう形になってくるんですけども、まあ、どうしても女性は絶対そうなりますよ。売れてもやっぱり出産とか子育てがありますから、ずっと音楽活動を40歳超えてまでする人ってもう半分以上の人は消えます。するまでに。もう30歳まで消えます。半分以上の人は。これがもともとの音楽業界です。表舞台からですよ。で、まあまあ、話がだいぶ、その現物給付をしてしまってるんですよ。小室哲哉さん。高級車とか与えちゃったんですよ、プレゼントで。会社のお金使って。それしたら、脱税とかと同じなんですよ。本当に。今、岡田監督の声で、コンコン、これが本当やって言ってるんですけども、本当にそうなんですよ。っていうのは、会社にちゃんとお金残して、ちゃんとね、働いた分のお金の給与とか、それなりの成果があったんだったら、ちゃんとボーナスこれだけ払ってあげなさいよとか、例えば、プレイステーションが売れた時のソニーさんなんかは、もう今まで見た数字、もういろんな大企業の中で、いろんな年ありましたよ。けどもうソニーさんのあの年が一番ボーナス多かったんじゃないですかね。1年間で 7.7 ヶ月分のボーナス。びっくりしましたよ、本当に。7.7 ヶ月分そんなにもらえるんですかと。年収500万、600万とか、これ30歳ぐらいで超える人出てくるんじゃないですかと。残業多い人。ですよね。多分そんなに売れてるところって、公務員の人みたいに住居手当、扶養手当とかもついてきてるんじゃないですか。漫画アニメとかも、もともと海外とのつながりとかで、まあ、阪神・淡路大震災きっかけで海外に広めさせていただきました。で、そういう部分もあって、メジャーリーグの記録とか、バリー・ボンズさんの記録とかも、僕は頭おかしい、日米友好関係で。で、それでとんでもない新しい記録を作りましょうっていうことで、もう足の速い人。足の速い人じゃなかったら、相手ピッチャーが逃げてすぐにフォアボール出したがるから、まあ、実際、バリー・ボンズさんは多分歴代でその73本というホームランの記録を出した時のシーズン、フォアボールの数も確か一番多かったはずなんですよ。あの人、盗塁できるんですよ。バリー・ボンズさんって。足速くて。大谷翔平選手とかが今一番に入ってるのは、大谷翔平選手は今バッターメインでしてるんですけども、足腰をとにかく鍛えてるんですよ。だから盗塁の成功率かなり高くなってるじゃないですか。三盗も今シーズン何回か見かけたでしょ。本当に体をしっかり作り込んできて、自分が、どうすればいいのかっていうことを、もう全部の答えは今までの歴史で出尽くしてるんですよ。で、それをちゃんと伝えて、翔平もそのオーダーに応えるような形で対応してくれるんですけども、まあ、もちろん、ドジャーさんも、今まで MVP を取ったことある人たちと後ろにずらーっと並べて、翔平と初回からね、フォアボールで逃げたら、ノーアウトで二塁まで行かれる可能性がかなり高いんですよ。そんな状態で後ろは MVP の打者がね、何人も並んでいたりとか、3割バッターとか、ホームランの数が多い人とかが並んでる大巨人を相手にした時にね、ノーアウト二塁から試合が始まるようなものですよ。もう勝負しに行かなきゃならなくなるでしょ、翔平と。もうそしたら、勝負せざるを得ないから、
やっぱり打ちやすいっていうものがあります。でもちろんその時その時で僕から伝えてることとかもありますし、第一打席でホームランを打った後、その後の打席で空振り三振が2回あったんですよ。で6月すごく調子良かったじゃないですか。ああいう時ってバッターってストライクゾーンちょっと広めに振りに行ってしまうんですよ。みんなそうなんです、調子いい時って。だけどもピッチャーの心理を、僕は二刀流を進めたのは相手心理が分かるからなんですよ。ピッチャー知る時にバッターの心理が分かるのと、これボクシング界も同じですけども、それ後で説明しますね。バッターからしたら、バッター大谷翔平の時に相手ピッチャーの心理が分かるんですよ。6月にこんなに調子良かったら、今のこの場面だったら相手次ボール、まあ、大体ボーあの大きく曲がる変化球とか、ボールゾーンに大きくそれでいく変化球、落ちるにしても横に曲がるにしても斜めに落ちていくにしても、それ振ってもらってなんとか空振り取れたりとか、ゴロ打たせたりとか、まあそういう風にできたら正直ラッキーだなっていう気持ちでボール投げてくるんですよ。今この人にストライク投げたら危ないなっていうのは直感でもドキドキ感とかで分かるわけじゃないですか。それ教えてます、神がかり的な力で。昨日の試合に関しても、相手側の担当者の人の多分声だと思うんですけども、未来からの声が聞こえてくる、こんなものどうしたらいいんだっていうような、未来で先読みされてるっていう声が聞こえてきてるんですけども、僕もそれやられてるんですよ。相手多分これ先に相手のすること分かってるなっていうの、だけども僕は崩れない、だけどもその人は声が聞こえてきたか分かるんですけども、その人はそこでどうしたらいいんだっていう気持ちになってる時点で崩れてしまってるんですよ。心が折れかけてるっていう表現がありますけども、まあ、あまりこれ言うとちょっと自分の心が苦しくなったりするんですけども、ちょっとだけですよ。もう僕はもうしょっちゅうスポーツの勝ち負け、もう1年間でもうとんでもない数してますから、なあもう、精神面がものすごく大きいっていうことがものすごくよくわかるんですよ。自分がもうこの試合もダメだ、負けだ、勝てないって思ってしまった時点で、絶対に負けてしまうんです。頭の中渡したりするのが大変だから、それ手を抜き始めたりだとか、状況が混乱して頭の中どう対処したらいいのか、この選手に対して、まあ、ボクシングで例えると、こういう攻撃の仕方をしてきてるけども、こういうディフェンスの仕方をしてきてるけども、どうしたらいいんだろうって、僕はその都度その都度、井岡選手にもう最初から堅実なボクシングをしようっていうことを伝えてるんですよ。基本的に最初はガード固めて距離測って、相手のパンチ見てどういうパンチを打ってくるか、一ラウンド目からある程度かなり積極的にも攻めてますよ。相手が攻めてきた時にそこで僕はある程度応戦しなかったら、主導権争いのところでもね、そこをボディーブローをカウンターとかで入れたりとかして、それで相手の息を止めたりしてるんですよ。そこ技術なんですよ。その職業として忘れちゃらないこと。それはホテルマンも同じですし、それはホテルマンとしての仕事ですよ。例えば関西ナンバーワンの売り上げのレストランだったら、関西ナンバーワンの売り上げの出す仕事の仕方があるんですよ。人の声の仕方から何から何まで。絶対こうしなきゃならないっていう、ある一定のルールがあって、ただしここからここまでの部分はもう教えたんだから自分の判断で絶対うまく動いてよっていう部分と。だから個々の能力とか問われてくる部分とかもあるんですけども、それと同じなんですよ。職業でしてるんですから。だから例えば相手が警戒して打ってこなくなったシーンとか6ラウンド前後であるんですけども、井岡選手に伝え、その時に井岡選手がこう前に行って、相手がコーナー近くまで行った時にすっとこう横から手出したりとかして、コーナーから脱出させないような動きがなかったから、今のコーナーに追い詰めたところですよと。僕の方が年上ですけども絶対敬語を使います。ルール法律だから、例えば礼儀に関する法律とかもあるんですよ。でそれはあんまり極端なんですけども、そこまであんまり敬語にこだわる必要も本当はないはずなんですけども、だけども僕は万全を期すために、的確性とかを上げるために敬語を使ってるんですよ。社会を円滑に回してるのは敬語を用いてるから社会って円滑に回ってる部分があって、あんまり自分たち
の優位になるような立場ばっかりでか、もしくは相手を責めるようなことばっかり言ってしまうと、言葉のワードでもね、日本語って難しい部分あるんですよ。あの人は気が強いっていう言葉はなんか強そうな勘違いを起こすでしょ。違いますよ、意味調べたら。相手をやたらと責める人のことを言うんですよ。じゃあ仕事黙々と頑張っている人と比べたら、どっちが頑張ってるんですかっていう話もなるでしょ。かといってあんまり耐えすぎたら、それは上司から怒鳴られたり、他の人からああ言われてこう言われて、こっちはもう板挟みになってるんですっていう状況の人たちで、社会に出たらみんないっぱいなるじゃないですか。そういう局面っていっぱいみんな経験するじゃないですか。情報交換とか忙しくて走り回ってるから、できなくて。で、そういう部分も、世の中にはあるわけであって、そのボクシングの勝ち負けでも同じであって、僕も未来からの、ジェナ塾からこの人声聞こえてるんちゃうかと、分かっててなんか対応してるように感じるっていうところがあって、その前にそういえば自分が未来を予測するような形で、予測です、私の場合はリアルタイムの時間軸で私は試合基本的に、取り行ってます。まあもちろんもうほとんど多くの日試合取り組んでますから、その日リアルタイム型の淡井圭介っていうのを言い忘れてる時とかあると思いますよ、頭の中とか心の声で。だけどもリアルタイムにしておかなかったら難しいんですよ。阪神タイガースの選手も、まあ、言葉のワードをリアルタイムの時間帯で、組み上げていて、頭の中とかの供給とかしっかりできてるんですけども、後から、その試合が終わってからね、報道番組で、まあ、政治、経済とかの事件とかの放送が終わった後、天気があって、スポーツコーナーがあるわけじゃないですか。スポーツコーナーの僕は考えた内容とかは伝わってるんですよ。頭の中で、考えた内容とか。だけど、リアルタイムの時間軸で、淡井圭介の頭の中を上乗せして渡してるはずなんですよ。で、僕にも感覚あるんですよ。160キロのボールをしっかりと捉える感覚は。その日一日、かまけていて、笑ったりしてたら、笑った瞬間力抜けるんですよ。何か体から離れていくでしょ。自分が今まで築き上げてきたものが離れてしまってるんですよ。笑った時って仕事忘れません？忘れるでしょ。仕事場で笑い話なんかしてたらみんな注意されるでしょ。それと同じなんですよ。だからパフォーマンスなんかするべきじゃない。真面目かどうか、みんなボクシングの技術見に来てるんですから。ボクシングのことが好きな人たちは。で、その高いスキルとかに簡単な声を上げたりするんですから。すごいね、あのスピードの踏み込みと、あの回転力。ワン、ツー、スリー、フォーと。勇気あるなと。ファイブ、シックスまで手出しきれるよと。あれ、相手からのカウンターあったらどうすんのとか。相手もけど応戦しているけども、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブまで出しながら、すげえ混ぜて途中で避けてるよと。そこから、つなげていってるよって。すごいな、と。集中力は。最初から、多分そういう練習してきてるんだと思いますよ。あ、だから現場で実践でできるんだなって。あんまりでも防御一辺倒だと、相手に流れが持っていかれそうになるじゃないですか。だからまあ、その後、井岡選手、相手をコーナーとかロープギアに追い詰めたら、しっかりとパンチを出したりだとか、あんまり警戒しすぎても、まああんまり良くない部分とかあるんですけども、やっぱり相手選手はゴングが鳴って、そのラウンドが終わった時もう完全に息上がってるわけじゃないですか。で、あと肘とかでガードしてる時、額とかでパンチを受けてる時って、額の骨が一番頭部で分厚いんですよ。で、これは、K1 の格闘技だったと思うんですけども、中国人の人でね、ものすごい体の鍛え方してる少林寺拳法の人がいらっしゃったんですよ。で、まあ、K1 のようなルールでもう自分からも頭部出してね、もうガードなんかしてないんですよ。もうここ打ってみなさいっていう形でこういう風に頭を出してきて。で、相手選手はそれに乗っかってね、思いっきり殴りかかっていって、どうなったかって言ったら指骨折してるんですよ。その人首も鍛えてるから首が太くて、もうしてることがもう普段から尋常じゃないんですよ。木のテーブルを口でくわえてね、まあ、小さな 4名掛けですよ。もう4人で本当に料理並べたら、
もういっぱいいっぱいの、まあ、1メートル ×1 メートルぐらいのテーブル、木製の、口でくわえて移動してるんですよ。こう、ね、例えると、こんな中腰で。なんかこういうふうな、昔の、そういうふうな、壺を持ったりだとか、両手でこういうふうに。両手伸ばしてです。腕曲げた方が腕って力入りやすいじゃないですか。野球のバッティングと同じで。腕を曲げてる時の方が絶対力入るんですよ。背筋も、の力とかも利用できますから。あと、足腰からの回転力、野球で言うと。で、腕伸ばせば伸ばすほど、テコの原理が働くから、距離が伸びれば伸びるほど重くなるでしょう。あんなの、低平行にしながら、素手で壺を掴んでるから、握力も相当強くなかったら、そんな何十秒も持たないですよ。そのまま歩いている人、横に、で、真横のまま。何にも持たなくても、で、真横にしただけで、30秒超えただけで腕しんどくならないですか。この間僕懸垂した時に一応ストレートで10回できました。まあ前日雨とかで、まあ懸垂とかの、トレーニングはしてなくて、まあ他の筋トレ、腹筋腕立て、背筋ぐらいで、あとはまあ高速もも上げとかも一応ちょっとは取り入れて、もうそれしなかったら足がこう信号とかが点滅した時、足上がんなくなるんですよ。本当に長い間運動してなかったら。で、まあ、ボクシングの話からちょっと離れてしまいましたけども、なぜ、ここって硬いんですよ。だから、ここ、正面打たれたときに、額で受けたり、あとスウェーで勢いを、いなしてるとき、フックに対してもそうなんですけども、当たってるように見えますけども、横に体も斜め、後ろにこう向かって体を動かしてるでしょ。あれ、効かないんですよ、普段の威力通りには。半減とまでいかなかったとしても、3分の1も威力落ちたら、やっぱり効かないですよ。ゴングなってそのラウンド終わった時に、井岡選手もう毅然と立ってるじゃないですか。ああいう状態になるんですよ。僕は電車の車両で、こういうふうにこう、ずーっと、特に大阪ぐらいから神戸まで帰ってくる時ですね、もう、背筋伸ばして、もうずーっとこういう尊敬の姿勢ですよ。剣道でいうところも、まあ、一応僕若い頃に剣道もしたことがありまして、空手はまあ学校の授業ですね、柔道も一応まあ空手子供の頃にちょっとだけ習いに行ったんですけども、やっぱり人を殴るんどうやってこう父親に言われた時にいいことだと思うかってこう言われた時に、嫌やったらやめたらええねんでって言われて多分自分から言い出したんだと思いますよ。何か格闘技関係 の、 試合とか見て強くなりたいとか子供の頃思うじゃないですか。1、2年生ぐらいの頃だったと思いますよ。あ、その頃にだから格闘技業界行ったら大怪我する場合って結構確率があるわけじゃないですか。だから天の神様への安全のお祈りとか、まあ、ダウンはなかったにしても見応えのある試合だったと思いますよ。相手選手がまあ、フックを多用してきている、まあ、もちろんボディ打ちとかも上下の打ち分けとかもしてきてますし、まあそこを井岡選手が、上手に対応してる。で、まあ、肘と額で受けることによって相手の拳がだんだん威力なくなってくるんですよ。手が痛くなってきたら、あなた力強くそのパンチ打てますかって、まあ、これ一般人の方向けに言ってるんですけども、打てないでしょ。みんな手痛かったら自分にちゃんと防衛本能があるから、それ自分がちゃんとしてるからなんですよ。だから全力で殴ろうとしないんですよ。痛いから。もっと痛くなったら、指骨折したらとか、ひび入ったらどうしようとか、手怪我したら嫌だなって、皮むけても嫌でしょ。血なんか流したくないでしょ。だから井岡選手の昨日の試合を見てもらったら分かる通り、ボディ半分ぐらい肘でガードしませんでした。途中からそういう風な仕組みに僕はこだわるようになったんですよ。それを頭の中で供給してます。相手選手、ただ頭の供給がうまくいかなかった時とか、僕はその一日のその辛い状況とか、先ほどの動画見てもらったら分かると思うんですけど、河川の撮影の方、僕は涙声で言ってることで、その内容は相手選手も聞いてほしいんです。世界中の多くの人に聞いてもらいたいんです。僕はどんな状況に陥ってたかって。この世の中どれだけ、建前だけで、うまくいってなかったかって。
まあ、そこまで言うとあまりにも言うと厳しすぎるんですけども、岸田さんとか菅さんもそれなりには対応はしてるんですよ。で、まあ、建築業界とか国会議員の人も裁判かけられて罰金払わされたりしています。で、まあ、平成31年度の六法全書でもそうだったんですけど、だから、まあ、安倍政権の頃だったと思うんですけど、平成31年度の六法全書にオートレースとかボートレースとかの法律なくなってました。まあ、現行法規とか現代日本法規、まあ、それを合わせて安倍政権の頃に、現行日本法規っていうものを作ってもらったんですけど、両方も現行法規も現代日本法規も書いてる内容全く同じなんですよ。でもややこしいから、僕みたいに本気にして全部が全部探し回るような人間出てくるから、もうこれ一つにまとめておいてあげなきゃかわいそうだっていうことで、現行日本法規ってなったんですけども、まあ、けどこの話も2つ出してるっていうことは二重行政になってる可能性があるんですよ。都政六法の内容を各、政令指定としては従わなければならないっていうことで六法全書で書かれてるんですけども、だから都政六法も購入しておかなかったら状況分からなくなったりとかするんですけども、だから僕は都政六法を2回購入しています。喫緊で言うと令和4年と、昔で言うと平成の平成の20何年かな、10何年か、それぐらいのものですね。あとこういうふうな判例六法とか、判例六法は一つだけですね。平成21年のものですね。でも自分でお金を出して買うからこそ、もう高いですよ、六法全書なんて。六法全書ワンツーなんか1万円超えますから、世界国税税だって、4000円近くします。だけどもだからこそ、そこまでお金出してるからこそ頑張って勉強とか取り組むんじゃないですか。僕はもう20億人の命がかかってるこのエネルギーの残存量問題、これは全員の責任なんですよ。全人類の石油の残りの残存量も知らなくて、あんた車乗りましたなんて、大人になんて何も責任ないこと知るんですから。20歳そこそこで世間のこと知らなかったらそれ許されるかもしれませんよ。だけども仕事で絶対勤務先でもう山の中だから、周りバスも走ってないから、だから、車で通勤します。これなら分かりますよ。早朝出勤で送迎バスとかないですから、だから車で出勤してます。これなら分かりますよ。だけどもそうじゃなくて車乗り回してる人、世の中の9割の人がそうなんですから、生産なんかしなくていいんですよ。本当の人口20億人ぐらいなんですから。工作面積のところとか調べたら分かりますよ。日本なんかたくさん農業関係輸入させてもらってますから、多分ただその世界国勢税で書かれている、統計のものは台湾、朝鮮半島、満州国の地域含めてだと思いますよ。人口も多分そうです。だからその地域で2050年には人口は7700万人になるって言ってるんですよ、国連は。日本の今の国境内って3200万人ぐらいなんですよ。台湾って九州と同じぐらいの面積だから、1000万人なんか絶対いませんよ。絶対ないです。 100% じゃないです。もうね、40何年か、もう50年近く少子が続いてます。一時期男性と女性の今の日本の国境内で生まれてきてる人の数10万人下回ってる年見かけませんでしたっけ。そこまで言っていいんかいっていう番組でね、元大臣とか知事経験された人たちとかいっぱい出てくるんですけども、特に僕が見てる時で、僕はねそれ心の声とかで伝えると、あ、ほんまやって気づくんですよ。だから大臣とか知事とか経験されたような大臣との同格者って、大きな会社のいろんな会社の社長さんの集まりの会長さんが大臣と同格者なんですよ。あと都道府県知事だけです、同格者。そこから上は副総理と総理です。その上は天皇陛下です。間に皇太子殿下が入るんですかね、ちょっとその辺のところは僕もよくわからないんですけども、そこは昔からあんまりはっきりしたこと聞いたことないですね。あんまりはっきりさせない方が動きやすいのと、成人さんも皇太子殿下の頃、エネルギーの残存量問題でね、みんな電車バス徒歩だっていうことで、電車の敷設とか、フィリピンとか、インドネシアかどちらか行ったりして、建設工事とか、ヘルメットかぶって、現場入ってるんですよ。本当は水面下というか、一般的な人の仕事をもうしてるんですよ。
ちょっと話だいぶそれましたけども、僕もそれは明らかにこの試合、あ、日本人選手負けたなとか、この試合どちらに勝敗ついてももうおかしくないなっていうのはもう分かるから、昨日のあんなにはっきりした試合で負けてるわけないじゃないですかっていうことを昨日いろいろね撮影しながら、もうちょっと強い口調でいろいろ言ってたんですよ。こんな社会作ったら、僕も含めてそうなんですけども、僕はその日も、まあ、その前日からも頑張ってましたけども、だからその頑張り方もその頑張り方でちょっと問題あるかもしれませんけども、たまに思うんですよ、減量階級のある人って減量する時期とかあるでしょ。筋肉つけすぎたりしても調整しなきゃならなかったりとか でそれで例えば昼ご飯と朝ご飯を兼用にしたりとか、晩ご飯と昼ご飯を兼用にして1日2食にしたりとかあるでしょ。なんかその流れに乗ってるんじゃないかなって思うんですよ。だから柔道とか階級、ボクシングだけじゃなくて階級性のある人たちって、ここ体重絶対落とさなきゃならないっていう時あるわけじゃないですか、正直。あとレスリングもそうかもしれませんけども、なんとかうまく調整しようって、もう僕は日程的に忙しくて、京都の嵐山まで行ってましたから、帰りになんとか、間に合うように帰ってこれて、しっかりと間に合った方ですけども、もちろん今日も一日遊んで、試合が終わるまで一切遊んでませんでしたし、もうそもそ も晩ご飯食べたのが、まあ、昼ご飯プラス晩ご飯のその2食目なんですけども、昨日21時30分頃ですよ。試合終わってからもう撮影しながらこういうふうなことを、まあ、あれこれ、まあ、30何分ぐらいの動画で撮影したんですけども、まあ、これも訴訟で対応してください。でも僕もその売り上げ当てにしてますから、たかが 2.5% ちょっとした金額にしかならないよと思うかもしれませんけども、全員から払ってもらわなかったらまとまった金額にならないから、何億とか何十億とか、そのお金で河川水門開閉式玉鋼作るしかないんですよ。だって何キロワットとか1時間、いや、まあ1秒間、訂正、1秒間で何キロワット、何万キロワットとか何十万キロワットとか発電できるかどうか分かんないものを誰が投資なんかしてくれるんです。正直競馬界の売り上げ大きいと思いますよ、あの金額は。本当ならそこに 2.5% で民法の1年間で年金利5分が、1年間の経過で加算されますから。だからこれ年金利の5分って 5% ですけども、全然バカにならないですよ。10年間で 1.5 倍ぐらいの金額になりますから、これが本当ですよ。まあ、僕は商法の方の6部ではないです。だから屋号の話とかでその方向に持っていけるのかどうかは僕は知らないですけども、まあ、無難に民法の範囲内の年金利5部でまあいいんじゃないかなと。でそれでまあそのお金を払えなかった人は、まあこういうふうな対応してくれませんか、ああいうふうな対応してくれませんかで物事を進めるしかないと思いますよ。阪神タイガースの去年優勝した時も、阪神タイガースの選手見てもらったら分かる通り、寝不足になってる人多いじゃないですか。僕もそうですけども、なんか昨日5時間、昨日5時間、その前の日も5時間しか寝てなくて、今日はもう、その試合の後、テレビに向かって選挙もありましたが、石丸さんと蓮舫さんが負けて、小池さんが勝っちゃったから、責任問題なのか、それとも、少子化が50年間近く続いてましたから、高齢者の人たちが多いから、自分の年齢と近い小池さんの方を投票しちゃってる可能性があるんですよ。もう71歳ですよ。無理に決まってるじゃないですか。そこからですよ、何年も知事するの。その頃あとあと75歳とかなるわけじゃないですか。であともう一つの見方として、死ぬまで働けみたいな制度になってるから、これはこれでおかしいんですよ。もうその恐ろしい責任問題でずっと治癒させられるんだったら、もういつも法律の愛ですしね、もう嫌や、もう無理やって、自分の時間が欲しいってなると思いますよ。僕もだいたいナイターの試合が終わるか、ナイターの試合でね、極端な話、8回9回まで来て5点差ついてる時とかね、
もうその試合勝ちに行くかって言ったら、自分の体調管理とかもありますから、そこも取捨選択で、晩ご飯食べたりとか、シャワー浴びて、夜のうちから洗濯機回したりとか、もう21時ぐらいから、21時過ぎとか、で、あらかじめ干しておくとか、次の日に備えてとか、そういう動きに切り替える。まあ、ちょっとあれこれ喋りましたか、今頭なんかだいぶ取られてます。正直テレビに向かって話した話が選挙、石丸さんをまあ応援してたり蓮舫さんを応援してた部分があるんですけど、石丸さんっていう人はエネルギーの残存量問題のことを言ってくれていて、昔も僕と一緒に働いたことがある人かもしれないんですよ。で、まあ蓮舫さんの場合はプロジェクトショーンマッピングでしたっけ、あれで48億円も使うんだったら、その48億円で私たちは低所得者の人たちにお金を給付したりだとかね、まあどういう形になるか分かりませんよ。そういう低所得者の人たちをその48億円で助けたいって言ってたんですよ。いいこと言ってたんですよ。で、それは多分エネルギーの残存量問題込みで言ってくれてると思うんです。使用済み核燃料棒のプールに貯蔵してる何百本という本数見て分かりますよ。何ヶ月も燃えっぱなしじゃないんですよ。っていうことは夜来たら温度が下がってきて発電能力下がるんですよ、原発って。ねえ、もうみんな知らないことだらけでしょ。ちょっと話逸れて申し訳ないんですけども、だからエネルギーの残存問題で20億人の命かかってますから、これだけはっきりと見た目で勝てる試合なんだから、もうそこはもう勝たせるか、もう井岡選手の勝ちでいいじゃないですか。ほらそんなことされたらこっちだってねえ、だからねえ、その一日その頑張った人の努力、その人が頑張った努力、一日一日で大体物事区切られてるんですけども、神がかり的な力とかでも、大体区切られています。で、ルール法律で承認作ったりとか、だからホームページを作成してるのであって、あんなに手間かかること。電気代かかるのに。で、だからまあ、昨日あの食事ね、朝朝食食べてから結局晩ご飯食べるまで6時半か1時ぐらいだったとしても21.3引く、まあ 6.3 ぐらいだったとしたら15時間ぐらい、大体15時間ぐらいの時間空いて2度目の食事ですよ。まあボクサーの減量とかも、もうそういうこと今まで何回も経験してますから、あ、そういう辛さ分かりますよって。経験分かりますよって。だけども僕は腹くぐって、絶対勝ちに行くしかないんですよ。ただ、ダーティーな手は絶対使っちゃダメだし、それをしてしまうと、自分にとって、試合の勝ち負けまでやっぱり影響出てきます。プロ野球界で阪神タイガースのピッチャーの人が、大竹選手が、軽く適当にポーンって、もう相手チームを勝たすために、ポーンって適当に投げてるんですけども、それ1球投げただけで、もうその試合負けました。何しても。どれだけ今までの経験とか知識とか頭の中渡しても、どうにもこうにもならないです。だって違法行為してるんですから。八百長です。だから昨日の試合に関しても井岡勝選手の勝利じゃなかったら無理ですよ。日本ばっかり勝ってずるいとか思ってるんでしょ。じゃああなたは僕と同じぐらい頑張ってみなさいよって、生活保護者のままでって、お金も支払ってもらってない、まだ26年も経過してて、さっきの河川の撮影で僕は涙声で言ってる内容とか全部聞いてもらったら分かりますよ。そのネーブとかのエヴァンゲリオンとかの絵、あれ証拠で書かれてるんですよ。
世界中の人たちがその当時あの世界に、広げれそうなアニメって言ったら20歳ぐらい、僕は20歳ぐらいの頃ですよ、この作品だったらええんちゃうかっていう話があって、でもその作品で行きましょうと。で僕ちょっと僕の方も忙しいからその作品しっかりとまだチェックできてませんけども、もうその作品で行きましょうと。僕が来た証拠の証。だから誰が一番最初に発案したのかっていうところで、本当は我々、僕とお父さんとかおばあちゃんだったり、おばあちゃんは浅井長政の子孫なんですよ。滋賀県の小谷城っていう、城主で、まあだからまあ琵琶湖からの地下水流トンネル発電とかそういったところに結びついていくんですけども、学校でもオイルショックとか習った時に家帰って親にあのエネルギーの残存量問題とか教えてもらったり、親戚のおじさんがジャーナリストでしたから、だからあともしかしたらうちのおじいさん、僕が生まれた頃からもうこの世にいないっていうことだったんですけども、どちらも父親側も、母親の方の、浅井家の方の、浅井家のものと、まあ、結婚した、おじいさん、あの浅井家の名前を残してたのは多分浅井長政の子孫だから浅井家の名前を残して、両方ともあの生まれた時の名前で結婚して、夫婦別姓の方だったんですけども、その当時まあ人事院の人事官だった可能性があるんですね、谷というもので。安倍晋三さんが総理の頃に僕の戸籍謄本を持って歩いてるところを、まあ、報道ステーションで、まあ、撮影してもらってたんですけども、まあ紹介かけてくれたのかもしれないですね、そのテラスアウト会で紹介っていう形ですけども、本当かどうか、僕の方も親戚もみんな言いたがらないんですよ。政府の上の方の立場だったっていうことを言ってしまうと、いろんな人が相談持ち込んでくるんですけども、対処不能になるんですよ。自分だって問題山積みだから、自分のことも解決できないのか、もう賃金の不払いから何からなの、もうものすごい数あるんですから。こちらスポーツ関係のことではなくて、普通に働きに行ってるとこ、ホテルとかもう全部そうだから、ちゃんと法律通りに払ってるところは一つもないんです。どうでこんなもんね、お金貯まるわけないし、特許の申請なんかできるわけがなかったの話なんですよ、僕は普通に働いて頑張ったところでって。まあまあ無料でボクシングの試合とか見れてますけども、まあ、スポンサーがつくから地上波で放送するのと同じだから、まあエネルギーの残存量問題に対するその対応はできてますっていうところは受け止めれますし、例えば秀和株式会社は今豊の循環販売の仕事ですけども、どういう人が2160円ぐらい18リットルで、でまあ高く感じるかもしれませんけども、もともと灯油の方に補助金がついていて、暖を得るものですから。で、あと災害時にどうしても灯油って必要ですから、能登半島の時でも分かったわけじゃないですか、東日本大震災の時も、ああいう冬場の時に物言うのは灯油なんですよ。なんか蒲田発電とか設備されていったら話変わってくるかもしれませんけども、それまでは絶対灯油なんですよ、各小中学校に蒲田発電。燃えるゴミが例えば4月からね、10月ぐらいまで溜め込んでたものを11月とかに使用してね、生ゴミは生ゴミでメタンガスの抽出所を作って、日本全国で10万箇所以上で、そこに生ゴミ入れてもらって、そこからメタンガスを抽出して発火するじゃないですか。でそれガスだから、だからそれが水素自動車でトラックなんですよ。トラックはなんかバッテリーなんか積んだら、電気自動車なんかにしたら10トントラックなんか1トンぐらいバッテリーになりますよ。もう極端な言い方するとそうなんですよ。バッテリーで何回も充電していて、使い込んでいったら蓄電量がだんだん減っていくんですよ。だから最初はある程度の余裕を持たせてって、
だからそのも最初からもう絶対ガスじゃないと無理だっていう話なんですよ。でガスも残り技術的サイクス可能なやつを49年分でね、家庭用のコンロとかいろいろあるわけですから、オール電化まで進めようと思ったらまず自然再生可能エネルギーで電力を大量に余るぐらい、余るどころかも倍ぐらい発電できるようにして、で、各家庭オール家電って、田舎の方なんかは家の横にプロパンガスのボンベをいち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 トラックで運んできてつけてるんですから、それもしなくて済むようになるんですよ。だからエネルギーの消費の問題の話なんですよ。でゴミの分別もしっかりとね、かまど発電の方で燃えるゴミを燃やして発電してもらっておけば、ゴミ収集車が回る必要もなくなるんですよ。生ゴミはメタンガスの収集所へ、で節約にもなるわけじゃないですか。さらに、冬場暖が得れる発電ができるで、あと災害時に強い学校の出来上がりなんですよ。発電もできるんですよ、暖えながら。その頃電気自動車だったらやっぱり状況はやっぱり変わってたと思いますよ。野田半島の人たちも正直避難所とか人が多くてなかなか寝つけなかったり、敷居とかないですか、体育館とか、分かりますよ。僕も阪神淡路大震災の時、親戚の家が北鈴蘭台の方にあったから、母親の、お姉さんが、そのおじさんが、その旦那さんが神戸新聞社のジャーナリストで、でその辺りに住んでましたから、そこに避難したんですよ。で、その後遠い親戚で佐伯さんっていうおばあさんがいらっしゃいましたから、須佐野中学校の方にお父さんからね、ちょっと佐伯さんの面倒を、佐伯さんって覚えてるかと、子供の頃何回か会ってるけども、ちょっと面倒見に行ってくれへんかって言われて、で僕避難所の方に、佐伯さんと一緒に生活するように一時期避難所の生活とか知ってるんですよ。だからまあもし車にね、学校で発電して、車に充電できたら、まあ、車中泊とかできるわけじゃないですか。で、急に災害時でも自衛隊の人たちとかが急に灯油を空輸できるかっていったら、まず水、食料とか毛布とかであって、なかなか灯油まで行き届かない。そこは日本の民間企業とかも協力しなきゃならないし、東日本大震災の時は3月17日だったじゃないですか。で、それは心の声で国会の方に麻生太郎さんとかに送って、まあ、州は株式会社が4月になったら基本的に仕事を納めになるんですけども、まあ、その後タンクローリーの整備とかいろいろあるんですけども、もう誰か志願者募って、被災地に行かせてあげてくださいと。でそれはもう行政がお金払ってくださいと。民間の人がそんな寄付でね、例えばタンクローリー普通車でも1台3600リッターとかなんですよ。あと4000リッターの4キロ車とかあるんですけども、1キロって1キロリットルのことだと思ってください。漢字でもキロっていう単位の漢字があるんですけども、1キロリットル1000リットルです。で、4キロ車とかあるんですけども、そんなんね、ただで4000リットルもって、どういう18リットルで、今の金額で言うとね、2160円で、東日本大震災の頃は1500円ぐらいだったんじゃないですか。もしかしたら2000円近くの時だったかもしれませんけども、まあ、一時2000円ぐらいまで値段が上がってたのは知ってるんですよ。だから、そんなものね、民間企業で自分とこの社員にちゃんとお金も払えてるかどうか分かんないのにっていう、解体費用とか土地で行ってる店とかもありますから、まあ、そこはまあ行政がお金払って、あとはもう人手不足だからお金払って、被災地の方に灯油をちゃんと供給するっていう形で。それは州は株式会社の方から何人か現地に行ってくれて、で、仕事してたらやっぱり力持ちになりますから、筋肉ついて、現地で瓦礫の撤去作業とかにも参加してくれたみたいです。それはあらかじめ伝えておきました。まあ、昔の僕らなんか、2000年ぐらいの頃、年末の忙しい時なんか、1万リットル売ってましたから、玄関前まで運んでたんですよ。都市部の密集地帯のところは、お庭のない家とかの、ところがもともと大阪の堺とかがその州和株式会社の灯油の巡回 の, 販売の発祥の地であるんですけども、もともと人口密集地帯って庭がないんですよ。で神戸市北区とかって庭があるから、この辺りでだから大阪の方での1万リットルと神戸市北区の方とかの1万リットルって話違ってくるんですよ。
最初から階段がついていて2階ぐらいの高さまで運んで、そこから玄関先まで持って行って、1万リットル近く販売しなきゃならないっていうようなところも結構あるんですよ。全部は全部じゃないですよ。だけども例えば西宮ラジオなんかはあの辺りはそうですね、青葉台だとか花の峰だとか、長瀬だとか、南台だとか、旧村と呼ばれるような、昔ながらの町並み、ラジオ1丁目2丁目とかあの辺りは階段はあんまりないんですが、道が細くて今度運転の方とかは、ちょっと大変なんですけど、対向車が来たりしたら、クラクションとかホーンとか鳴らされちゃうわけじゃないですか。すいませんちょっと待ってくださいみたいな形になるんですけども、その頃の筋力って僕利き腕じゃない左腕でも成人男性持ち上げたりできてましたし、左手で鉄棒にぶら下がりながら右手でもう今の倍ぐらいの腕の太さあったんですよ。もうこの辺がもうこれこのこういう風な服はここもピチピチです。本当に右手で鉄棒をつかませてあげるところまで引き上げる。これハイパーレスキュー隊の人でもなかなかできないんですよ。消防の基本的に上が、ハイパーレスキュー隊ですけども、特殊な訓練を受けている人たちなんですけども、なかなか、そんな大きな災害ってなかなかないんですけども、火事自体なかなかないですから、本当はこの世の中、各地域で見ると、例えば神戸市内で年に火事一体何件ありましたかってなかなかないです。24の県よりも人口多いんですよ。50万人ぐらいですけど、本当の人口多いし。50万人いるかどうかぐらいなんですけども。どこの地域も同じですよ。表記してる人口の3分の1か4分の1か1です。前輪の地図見て、表札が入ってる家一軒一軒数えていったらわかります。あと、後ろの方に集合住宅とかマンション、アパート、全部表札入ってるか入ってないか、それ見たらびっくりしますから。半分ぐらい表札入ってないですよ。そんなもんですよ、この世の中。もう50年近くも少子化が続いて、一応訂正で50年近く少子化が続いて、改定が現れるわけないんですよ。それプラスあれですよ、政府上層部の人たちが、あっちの行政の上の方をしたり、日本の行政の、ね、韓国の大統領をしたり、日本の NHK の番組、自由民主党として出て喋ってたのがユンさんですよ。ユン大統領とか、台湾の男性の大統領、向こうは総統ですね。お互いパイプなかったら、話がどこ通したらいいかもうみんな分かんなくなるんですよ。国会だって人数見たら分かるじゃないですか。あんなに何百人も集まったら、いや本当は僕あの人たちと話したことないからって同じ党とかでもそれ絶対あると思うんですよ。特に地方議員の人たちとか、いやいや僕そんなにほとんど行ったことないからって、これが実態ですよ。いや全員それ全自民党の名前全いや党員の人議員の人の数全員覚える本当は無理やからっていうのが、これが本当だって1000人の名前覚えれます？1000人ぐらいの人の名前、兵庫県だけで神戸市があって、尼崎市があって、芦屋市があって、明石市があって、籠川市があって、三田市があって、西脇市があって、笹山市があって、あと、朝来市、なんていうのかちょっと読み方忘れたんですけど、昔金属の採掘とかしていたあの辺り、獅子を、どちらかはそうだったんですけど、獅子なんとか市とか、市にちゃんと議会あるんですよ。町務員の人いるんですよ、市長とか。市長も議員ですよ。知事も議員ですよ。日本全国ですよ。で、県議会とかあるんですよ。全員覚えられる人はいませんって。これだけ政治に関わってる僕だって、前大臣名前言えないんですから。世代交代とかコロ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 あるから。いやちょっと前にね、誰かが僕の件を、ずっと僕のことを隠蔽しようとしていた連中とかがバレたら困る連中、
まあ、警察官に通報したやつらが一番怪しいっていうところまで話もうだいぶ詰め込んでいって、社会に動画で公開して説明して、証拠とかもいろいろ公開して、で気がつかなかったんですけども、去年官房長官してくれてた松野さん、官房長官で大臣より立場上なんでしたよね、確か。いやね、いや警察官の帽子かぶって警察官の制服着て急に目の前に現れるなんか思わないじゃないですか。であれね、あの原稿簿記とか現代日本簿記とか本当に読み込んで、そういう制服とか見たら階級が上の方の人って制服全然違うんですよ。すごく豪華な制服になるんですよ、本当に法律通りの世界で言うと。だけどもまああんまり過敏にしてはならない法律とかいろいろあったりして、まあそんなにめかし込んでもみたいなところがあって、まあ普通の警察官のあの格好をして現れたんだと思うんですけども、ちゃんと名前松野ですって名乗ってくれてたんですよけどまあ警察官として現れたから松野官房長官とは違う立場なのかどうなのか、僕もちょっとよく分かんないですよ。本人にそのあたり聞いたことないですから。松野さんの方が年上の方なんですけども、でも僕話してないっていう気づいてなかったんですよ、松野さんって。だから本当はその時に河川水門会式が松野国会で自民党でこれどうなってるんですかって本当分かってたら聞きたかったですよ。僕の方に音信不通なんですから。だから今の議員さんからしたら26年も前の話、僕らまだ議員にもなってないからの話なんですよ、ほとんどの人が。どうしましょう本当に。もう何とか裁判とかでうまく進めたりとか、まあ今でも国会議員の人たちとかはもう今からでもすぐに進めた方がいいっていう人たちが協力してくれたらいいんじゃないですか。人間もともとそういうものなんですよ、協力社会ですよ。以上です。すごく長い話になりましたけども、まあ、プロ野球業界とボクシング業界の方たちに、昨日の淀川の撮影がどういうものだったかっていうのを知ってもらって、プラスそこには希望があるんですよ。多分貯水量完成型になったら、ダントツで日本で一番多い、琵琶湖抜きです。琵琶湖抜きで日本で一番貯水量の多い河川で、その全ての水を発電に回せるんです。その発電量は、もしかしたら向こう側プラス、過去側の発電合計量を上回るかもしれないんですよ。完成形はその可能性が非常に高いです。その、平方橋より前の方を全部河川が海よりも高い位置に底が来るようなところまで整地したら、だからそれは瓦礫使ったらいいんですよ。埋め立て地作ったらもうそこでまだろくでもない商売、万博とか始めちゃうんですから。万博っていう国際条約があるだけ消さなきゃならないって言ってますので、新しくイギリスの大統領の方、訂正、大統領じゃない、イギリスは王室です、トップは。で、首相の方が、新しい方、以前スナックさんでしたけども、ある一定のけじめをつけなきゃならないですから、スナックさんもいい人だと思いますよ。だけども、まあ、ある程度のけじめをつけなきゃならないという部分で、新しい労働党の方が、首相になられて、でその人も日本語で僕に向かって、この間の金曜日の7月の5日の放送の時に会うって言ってるんですよ。その声をはっきりと僕は見てることを認識しながら、この人はどういうふうなことを話するだろうっていうことを見てる人はニュースの本当の、まあ、通なんです。まあ、通ると書いて、まあ、通っていう言葉、この辺歩くことじゃないですよ。ニュースに関して詳しいっていう意味で言ってるんですよ。話を通してる人だとかね、そういう通すですよ。そこオリンピックの解体、僕本気で対応しようと思ってますんで、もともと若い頃、マクロンさんがフルーツ・ラバークに来た時、あと、港川でも一回マクロンさんが声かけてくれたことがあったと思うんですよ。フランスのマクロン大統領ですよ。僕と同い年の人なんですよ。で、エネルギーの残存量問題、もうそれ相応の年齢になって、もう40代半ばとかになってきたら、自分たちが社会の中心になって動かなきゃならないですから、自分たちでもうオリンピック開催、その頃まだオリンピックしてたらもうそれしますよっていうことで、意気投合してるんですよ。そのはずですよ。
で、この流れを絶対に手放したらダメなんですよ。いつの間にかワールドベースボールクラシックまでできたプロ野球がオリンピックにまで参加し始めて、もう競技減らさなきゃなんのに世界中飛び回る人増やしてどうするんですかっていうね。もともと生涯原理で、もうだからもう世界中少子化なんですよ。本当の人口を見たらびっくりしましたから。こんなんどこの国もこんなに人口なんだったらこれぐらいしか売れるわけないじゃないですかっていうのは後から分かった。僕も騙された方なんですよ。1000万ダウンロードでいいっていうようなこと聞かれて、それ目指して我が天下とか作るっていうことなのかなと思ってたんですよ。僕は本当の人口を忘れてた時に。いや、もう大体そこの、まあ、中国だったらまあ3億人ぐらいで、まあ、日本だったら3200万人ぐらいで、まあ、朝鮮半島だったら北朝鮮と韓国合わせて2000万人ぐらいで、もう台湾は1000万人絶対いません。もうタイとか国土面積で、であと農業が盛んっていうことは畑が絶対広いはずですから、日本にお米輸出したりできるぐらいだから、だから本当はその人数よりもっと少ないと思うんですよ。で、実際だからそこの人口の100分の1の人がそのゲームに参加してくれたりしたら、買ってくれたりしたら、それもすごい方だと思うんです。多分そうだと思いますよ、ゲームの世界って。で、我が天下っていうゲームはまだ400万ダウンロード達成しないんですよ。ダウンロードしてちょっと遊ぶぐらいは無料なんですけども、やっぱりそこお金使ってる人たちにはやっぱり勝てなくなってきますから。あと長年プレイしてる人とかには、だからその辺のところはまあ無料で遊べてるゲームなんですから、まあ、その辺はちょっとご勘弁してくださいよっていう部分と、やっぱりまあお金を払ってくれてる人たちがいるからそのゲームの存続っていうものはできるのであって、でも今はもう稼働してるプレイヤーの方たちはもう随分減ってますね。もうこれは現実です。昨年1年間ぐらい僕もそのゲーム、我が天下も我が天下戦国も両方とも離れて、阪神タイガースの日本一と、ヴィッセル神戸の日本一両方同時進行で進めてましたから、めちゃくちゃ大変ですよ。もう僕の爪とか見たら分かりますよ。栄養失調で爪がもうああいう風に変形しますから。ちょっと話だいぶ長くなりましたけども、皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。各スポーツ業界の方これ見てもらってね、淀川の河川っていうものがどういうものなのか、あとその昨日のボクシングの試合っていうものがどういうものだったのか、自分たちでしっかりと確認してください。あ、ワイさんの言ってた通りだって。途中でその保温の話とかがあって、まあ相手も多分民法720条を使ってきてるんだと思いますよ、正当防衛。1ラウンド目相手にポイント取られたから2ラウンド目3ラウンド目、正当防衛で取り返しに行こうとか、まあそういうふうな形に、もうどちらかでもそうなるんですよ。国連というものの和を意識したりした時とかでもそういうケース発生しますし、そこをどう踏ん張っていって、対応していくかっていうことを徹底的に、もう形が出来上がってるんですよ。その僕を崩せることって絶対ないんですよ。あとは審判が薄いだけ。罰せられます。レフリー。当たり前じゃないですか。そこで罰せられなかったらお金の流れから何からね、マイヤーだらけになるじゃないですか。ということで、聞いてくるわっていうような話が聞こえてきましたけども、試合見て自分で確認したらいいって言ってるんですよ。次、電波で。うんっていうおとなしい声聞こえてきたんですけども、多分コンピューターが確認してるんだと思いますよ。どう見ても河合さんの言ってる通りやわっていうところですよ。もう普通にボクシングに詳しい人だったら一目で分かりますから。全ラウンドで見たら井岡選手の圧勝です。縦のアッパーとかも結構いっぱい入ってますよ。5発ぐらいはしっかり当たってるの。中にはカウンターで入れてるし、あとはフックも何発もガードじゃないところで入ってます。まあ詰将棋のようなね、ボクシングの仕方。